寝れない。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。何これ、お前見にくいわ。喋るんだ。夢か。聞こうな。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。キコのチャンネル、日曜野崎&市場縄手店、野崎&縄手のライトでいこう、ユーパス対決、今週も頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。いやー、今週はね、はい、キコーナー市場の当て店の方に、はい、戻ってまいりまして、はい、今週も誘発対決という形で頑張ってやっていきたいと思いますけれどもね。はい、はい、どうですかね、巷ではね、ワールドカップのサッカーの話題がかなり盛り上がってる感じで、今日の朝の10時からね、サッカー日本戦入って、はい、ご覧になった方も多いんじゃないかなと思いますけれども、はい、はい、で今日の出演者の方々、サッカー好きの方とか、はい、おミキティさん、サッカーやっててんな。サッカーやってました。お、サッカーやってた。はい、プレイヤーだった。プレイヤーですね。元日本代表という噂は本当だったんですかね。そうですね。ああ、なるほど。そんな噂、残念ながらね、今回の大会にはちょっと招集されなかったということですけどね。そうですね、こっちの方が大事だ。なるほど、やっぱりね、キコノさんのお仕事の方が今回優先したという形 で、はい、残念な、ね、結果でしたけどもね。もうミキティさん出てれば多分ね、60対0ぐらいで勝ってたんじゃないかっていう ね、噂は流れてますけどね。そうですね、はい、清涼対決で、清涼対決でね、はい、脇隠すなとか言われてますけどね、はい、そんな感じになってますけども、まあね、結果はちょっと残念な感じだったんですけどもね、はい、はい、また次のね、試合頑張っていただきたいなというところですけども、はい、はい、なんかお店の方から告知、すいません、取り留めなくてすいません、なんか告知とかありますか。いや、もう告知、お、はい、塩なて店からあります、はい、何ですか。6月17日です。17日信頼入れ替えでございます、はい、なるほど。これはもうぜひとも来ていただきたいですね。なるほど、まあね、はい、信頼入れ替えといえばね、お店の一大事ですからね。いや、まあそうですね、はい、間違いない感じですからね、はい、17日の朝10時オープンという形ですね、はい、ぜひお願いします。はい、お願いします。ん、17日ということは、もう日付が変わって今は16ということなんで、明日、はい、厳密に言うと明日という感じですかね。はい、と、はい、いう形になってますんでね、はい、機種等はまたホームページとか、あとチラシとかでご確認いただければという形で ね、はい、よろしいですかね。はい、なってますんで、ぜひご覧いただいて遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本日は、ん、他に告知とか何かありますか。野崎店あります。あ、野崎店、高木店長、そう、ちょうど1周年の、はい、はい、あれが終わったとこなんで。なるほど、はい、まあ、6月はまだ継続して、なるほど、周年月間でやらせていただいてますので。なるほど、はい、貴重なね、野崎店、この6月でちょうど1周年というね、はい、はい、おめでたい月になっているということですんで、明日から蒼天の剣、お、はい、はい、そうですね、はい、稼働開始になってますので。なるほど、はい、詳しくはホームページまで。出てない出てないすいません、16日から野崎店は人1日早く、っていう形でいいんですか。一緒の日まだ入ってない、はい、まあ、1日早く、そうです、1日早く野崎が、野崎のが打てるっていう、今日からってことですね。そうですね、今日の、はい、そうです、朝、明日の朝、はい、なるほど、1日、はい、野崎の方が1日早くということ で、ね、なるほど、なってますんでね、はい、ホームページはこちら、そうですね、はい、まあ、みんな各自ググってくださいということで、はい、ご確認いただいて、はい、ね、信頼入ってますんで遊びに来ていただければという形になりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、で、なんかそこ横にちらっと映ってる人がいるんですけど、それ誰なんですか、本当に。これは、はい、お、誰誰ですか。紹介したい人がいるんですけど。紹介したい人、はい、誰ですか。新キャラ、新キャラ、はい、はい、なんで僕が紹介するんか。え、あの、塩の当ててに来たら、はい、絶対話しかけてあげてほしい。お、僕がなんで当選簿してるのかよく分かんない。初めて出会って、はい、大好きになった子、はい、誰ですか。青春の思い出語ってる回みたいなですけど、はい、ただ絶対見せないです、今日は。あ、今日は見せない。見せない。どないやね。はい、はい、市場の当て店の、はい、はい、社員を務めてます。吉田と申します。吉田さん、はい、はい、ニックネームは、ニックネーム、ニックネームの方は、はい、まあ、ヨッシーとか、まあ、
その辺かなと。天野ちゃんやな、天野くん。天野くんね、社員の天野やんって今コメント欄がね、天野っち天野っちって。天野くんって。ね、完全に天野っちって言われてますよね。そうっす、もうかなり似てるっていう風に。ですよね、天野くんですね。キャイン。ああ、多分視聴者そういうのみたいと思います。巻き込むのやめてもらえ、はい、巻き込むっていうか、あなたの紹介したあなたでじゃあたこ焼き店長と二人でキャインやったらいいんじゃないの。まあやっぱ店長でやりたいな、それね。やるんだ、やるんだ、やるんだ。おお、直轄の上司が何やってるんですか。え、じゃあ、はい、ねえ、はい、誰か。天野くん、天野くんこっちから来たら。そうそう、天野くんどっちから来るか僕知らない。なるほどなるほど。それで、ああこのああキャインああということね。この時間にやるの多分失敗だな。ちょっとしんどかったです。そうですね。はい、という感じでね、見事に綺麗に滑ったところでね、はい、はい、市場の当て店の、天野さん、天野さんじゃない、はい、何だっけ、はい、吉田さんね、天野さんでも、天野さんでもいいというね、はい、改名も辞さないという形でね、はい、面白いキャラになってますんでね、ぜひ市場の当て店お越しの際は天野くんにお声掛けいただければなという形で、はい、絶賛お待ちしております。明日も天野くんはいらっしゃるんですか。明日はそうですね、はい、朝の方に出勤となっておりますので、なるほど、じゃあもしよければお声掛けお願いします、はい、そうですね、番組見ていただいて、ね、明日朝一から来ていただいて、はい、天野くんキャインやってよっていうふうにね、無茶振りしていただければと思いますんでね。言っていただいたら、はい、いつでもやりますね。一人でね、はい、何でもやってくれるね。ソロでやります。そうですね、はい、周りでよく分かってない人の、ね、いる前で容赦なくやらされるというね、はい、感じになってますね。頑張っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、了解ってね、みんな言ってますね。あ、よかった、はい、あれ、よろしくお願いしますね、本当にね。お願いします、はい、ということでね、じゃあ本日騎手なんですけれども、はい、最後店長、はい、本日の騎手は何になってますでしょうか。本日はCR、はい、クイーンズブレード 7L、 クイーンズブレード 7L、 はい、はい、これですね、はい、あと CR 一騎当選、はい、2、はい、そうです、はい、高尾対決、高尾対決、なるほど、はい、本日は CR 一騎当選とクイーンズブレードの高尾対決という形ですね、はいはい、お当たり確率どちらも99分の1という感じですかね、はい、はい、一騎当選が一応厳密に言うと 99.9 分の1という形ですね、はい、この2騎手を使って、大当たり回数対決という形にさせて、ね、はい、いただきたいと思いますので、頑張って打っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ伝説の高尾とかね、高尾高尾って高尾コールが、ね、起きてますけどもね、まあ、かなり、ね、根強いファンいらっしゃいます ね、高尾の騎手 ね、はい、本日はいいところね、ぜひお見せできればという形になってますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ、お、大丈夫ですか、なんかトラブってますか、まあ、大丈夫ですかね。もう一人出そう、出たそうな顔してます。おっともう一人じゃあ紹介、はい、いいですか。はい、はい、じゃあおっと、なんか横から急に出てきましたけどね、はい、俺も出せみたいな顔してます。なるほどなるほど、はい、はい、自己紹介をお願いします。はい、はい、あ、皆さんはじめまして。はじめまして。声ちっちゃいな、はい、声張ってくださいね。あ、声張ろう、はい、あ、副主任の、はい、はい、マジヤと申します。ま、マジヤさん。マジヤ、マジヤってどういう字なんですか。町田です。あ、町田さんね、あ、大変失礼しました。はい、マジヤって聞こえたんで、あ、町田さん。ちょっと急遽出演なんで、はい、ちょっとめちゃめちゃ緊張してますんで、はい、どうぞ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ええ、メガネやなって言われてますけどね。はい、マジっすか。村本みたいってね、言われてますけどね。はい、マジヤマジヤって言われてますけどね。マジヤさん、マジヤさんって、もうマジヤさんでいいですか。マジヤさん今日はもうせっかくなんでマジヤさんで、マジヤさんで、はい、マジヤさん今日打たない感じですか。出演、あの、最初紹介だけ、はい、今日は紹介だけ、今日は紹介だけということで、はい、次回交互期待ということで、なるほど、じゃあね、次回以降またね、マジヤさんの引きも見せていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。マジヤさん、明日はお店にはいらっしゃるんですか。はい、もちろん、はい、朝から行ってますので、あ、じゃあ朝はね、はい、明日もぜひ会いに、僕に会いに来てください、はい、なるほど、じゃあ天野くんとマジヤさんにね、あの2人でキャインやってっていう風にね、僕の代わりに出てもらえる、ね、なると思いますので、はい、言われますんで、よろしくお願いいたします。はい、します、ありがとうございました。はい、そろそろ清掃のおばさんも紹介してよって言われますけどね。はい、そうですね、はい、そうですねって、本当に探しに行かなくても大丈夫ですかね。はい、じゃあ告知は、じゃあこの辺でよろしいですかね。告知というかね、紹介というか打つ感じで、じゃあ、はい、よろしいですか。行きますか。はい、じゃあ、はい、
野崎店は徳明店長が打つ感じでよろしいですかね。はい、縄手店はマイクつけてるのがミキティさんということで、はい、はい、ミキティさん大丈夫ですか。ミキティさん、ちょっと当たり引けるんですか。そうですね、前引かなかったですからね。アマデジね、800回はめるとかね、いろいろこの番組に関して言うとね、伝説が残ってるんで、そうですね、はい、大丈夫かなって感じですけども、よろしいですか、ミキティさんで。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあどちらのチームがどちらを打つとかっていうのはどうしますか。決めてない、どちらでもいいですか。一騎、まあ、当選がいいです。え、一騎当選がいいです。お、じゃあ縄手が一騎、じゃあ僕がリング。いや違う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 、はい、クイーンズブレード、クイーンズブレードでよろしいですかね。はい、はい、じゃあ、野崎がクイーンズブレードという形で、はい、じゃあお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうな吉田君、緊張した。サイコ店長がな、ちょっともうちょっとこれどっち、あ、こっち、はい、はい、あ、ちょっとすいません。何も見せ場作らなかったミキティかってね言われてますけどね。どうですかね。今日は違いますよね。今日はいつもとね一味違うって言ってましたからね。はい、はい、じゃあねこちらのカメラにねお顔いただいてよろしいですかね。こちらのカメラねよろしくお願いいたします。はい、はい、それではタイトルコールさせていただきたいと思います。キコのチャンネル、日曜野崎&塩のあて店、野崎&縄手のライトでこう誘発対決。本日は高尾、クイーンズブレード 7L と、一騎当選2、はい、こちらの誘発2機種で、高尾対決していただきたいと思います。それでは芦田佐藤よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。パチパチパチということでね、ありがとうございます。はい、ということでですね、お、ちょっと音がでかいかもしれないんで、相変わらずボリュームをちょっと下げていただいてよろしいですかね。機械の裏から行くタイプですね。え、マジですか。表側からいけないやつですか。あ、だいぶうるさいですね。だいぶうるさいですね。どうですかね。吉田君ちょっと音量下げて。下がらないでしょ。裏から。うまいですね。うん、あ、裏から行かないといけないタイプですか。そうですね。あ、そうですか。じゃあちょっと少々お待ちくださいね。申し訳ございません。はい。すいません、失礼します。音量無音でもいいよ。無音じゃダメだろ。無音、無音はダメですよ。はい、はい、じゃあちょっとね、この間ちょっとコメントをね、はい、読ませていただきたいと思います。うわ、本当今日もたくさんコメントいただいてます、ね、ありがとうございます。はい、クイーンズブレードとは珍しいということで、そうですね、なかなか配信でクイーンズブレードねお見せする機会ないんで、今日はレアかもしれないですね。そうですね、ま、珍しい機種かもしれません。そうですね、あの最初の23回ではなかなか弾けない台だということで、そうですね、ソスソスモスソスソス、ありがとうございます。ソス店長ソスって言われてますけどね、ありがとうございま す、ね、はい、はい、クイーンズブレードの余って別に難しいスペックちゃうのに時々潜伏落ちてる。あー、なるほどね。そうですね、高尾はね、ね、特殊なとこもありますよね。なんかね、やっぱり高尾感とかね、はい、高尾クオリティとかね言われますからね。そうですね、どうなんですかね。マツコさん、日曜の皆さんモッスってことで、モッス、また松浦さんか、ワールドカップ初戦残念でしたねですね、ということで、そうですね、そうですね、はい、CM お断りということは、あれ、お断りますよ。松浦さん何勤目ということでね、まあ、正直言うと26連勤目という形になってますね。はい、ありがとうございます。よし大移動しようか、早いですね、本当にね、ライトかということで、松浦さんイギリスの坊ちゃんみたいな格好してるなんでイギリスの坊ちゃんみたいな格好、今日ただあんなにポロシャツ、はい、普通に、ね、狩りに行く人みたいな、いや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 、普通のポロシャツですけどもね、はい、感じになってますあ、 OK です、よろしいですね。はい、はい、じゃあ改めていきましょうか。はい、申し訳ございません、よろしくお願いいたします。よいしょ、いきます。はい、よろしくお願いいたします。お、こんなもんかな。はい、じゃあこんな感じでね、はい、クイーンズブレードと一騎当選2、お送りしていきたいと思いますけれどもね。はい、はい、じゃあね、どんどんコメント読んでいきたいと思います。はい、松浦さん錬金頑張れ、ありがとうございます松浦さんこんばんは、
大阪半端なかったなって頑張りがたら松浦さん27連勤ということで7だっけもう自分でも数えてなくてよく分かんなくなってるんですけどねどうなんでしょうね気候なのドログバーって言われてますけどねミキティさんですねわきかくしなーって松浦さん両店長ミキティさんこんばんはってことでどうもこんばんはサッカー見てからパチ行って13連7連本当にありがとう森口店ということでいやサッカー見終わってからねお店に行って退場したということなんですかね、まあ、いいですねおめでとうございますって感じですね月曜休みって言われてるんですがこれは月曜日新診断入れ替えの前の日天休日だったりするお店があるっていうことなんですが縄手店は天休日とかはあ、まあ、ないですないということですねはい野崎店もないあもうはい今月は休まずなるほどっていう形になってますんでね、はい、ぜひ、両店舗遊びに来ていただければというふうに思います、はいはい、ぜひとも、はい松浦さん今日おしゃれっすねマジですかありがとうございます、何台入れるの203台ということでこれ台数だけだったら告知してもいいのかな寝台入れ替えって台数も含めてダメなんですかねまだどうなんですかねやめときますかねちょっと怖いですねそうですね、はい、ちょっとねいろいろね細かく決まりがありましてはい当たりましたねマジで早すぎるでしょ何なんですか19人あ当たってますねはい、おめでとうございますおめでとうございます何ですかこれ、早っ即当たりしかもなんかそんな熱そうなの全然来てなくなかったそうですねなんか直当たりみたいな感じの当たり方じゃなかったですかさすが高尾さんですね、はい、見てなかったおかしいやろさすが高尾おめでとう早ありがとうございます潜伏してたとかって言われてますけどどうなんですかいやでもセグは普通でしたけどねああそうですか145回回ってるんでそうですね、はい、潜ってる感じにしては長い感じですね、そうですねいやなんかよくわかんないですけど早漏とか言われてますけどねどうなんですかねびっくりしましたけどもね早かったびっくりしましたねはい早さすを全員守護してたねってそうですねなんやこれって言われてますけどねびっくりしましたね早いな音がほとんど聞こえないのは大丈夫ですか全く聞こえないですけどね全く聞こえないですけどこれちょっとこんなもんなちょっとちっちゃくしすぎこれもうちょっとでかくするっていうのは難しいいやいけますよ裏からいけるタイプ裏からいけますやりますちょっと上げてきてもらってういっすもうちょっとだけ両方とも上げていただく感じでそうですね、はい、音いらないよとか言われてますけどねもうちょっとだけこれでいいよあこれでいいのかな入ってますどうなんですかねああでももうあミキティさんこれでいいっていう方いらっしゃるんでこれでいきますか今日はトーク重視でトークで、はい、そうですねあそうなんですかはいもう多分ああどうかなもうちょっとだけ上げれますもうちょっとだけ上げましょうかはい若干上げていただければって感じですけどもねどうですかねいいよって言われてますけどねでもほとんど台の音聞こえないでしょこれ球の音の方がすごいですねですよね、はい今日サッカー負けてくれたおかげで号外すらずに済んだわってこれ新聞作ってらっしゃる仕事の方なんですかねああ明日入れ替えかそうですね争点で回収しまくります明日も絶対来てくださいまあそんなこと言わずに来てください、ねクイーンズブレード懐かしい松浦さん今日かっこいいなありがとうございます明日争点打とうか悩みます抽選多そうだしということでそうですね争点やっぱりかなり注目台になってますんでねそうですね争点狙いで寝台ね打ちに来る方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね、はい、ぜひね、初打ち初日に初打ちしていただければと思いますけどもいかがですかねあれはよく面白いと思いますけどね面白い、ね、あよくできたスロットという感じですかね、はいまあ、なかなか評価高いみたいですけどもね、はい日暮らし打とうぜ打ちません1周年おめでとうってありがとうございますありがとうございます、サッカー負けたし打ちに行ったら俺も負けたっていう方もねいらっしゃいますねあはいあちょうど絶妙ですねミキティさんグッジョブでございますありがとうございます、うん、グッジョブです、はい、ちょうどいい感じですねはいお回せや回しますなんで今さらクイーンと一気なんだということで、はっきり言いますとそこにクイーンと、一気があったからというね感じで決まりましたね本当にねそうですね、はい、今日10時半ぐらいねお店伺ったんですけども10時半ぐらいに来て店長に今日何打ちますかとかってね言って島見ながらあここクイーンと
一気やるんで高尾並んでるんで高尾対決とかどうですか、あそれいいですねそれにしましょうっていうね、あの本当にライトな感じで決まった感じですけどもね、そうですね、はい、和光岐阜高山から見てます、ありがとうございます、今日は罰ゲームありますかってことありますんでね、最後ご期待ください、はい、高尾で、ソース店長センス持ってると落語家みたいって言われますけどね、これはね確かにいつもやっぱ慣れてくるとき汗かいて、はい、チャリンコなんで、はいね、センス持ってきたんですけど、なるほど、はい、確かにちょっとね、落語家さんみたいなね雰囲気はありますけどね、ありますかね、はい、しゃべくり上手くないですけど、いや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 、でソス店長ってもう完全にね名前が決められてますけどね、高をやめようぜ、やめません、天野くんで、ね、さっきね吉田さん天野くんみたいに本当にね激似でしたけどもね、そうなんです、天野ね、ね言われてますね、野崎来た時に、はい、回ってきた時に、はい、もう見た時にこの子は面白いと思って、なるほど、はい、ぜひねお気に入りです、お気に入り、はい、僕のお気に入り、市場の当てにね来ていただいて、はい、どんな方なのかねちょっと捕まえて喋っていただければと思いますけども ね、 そうですね、はい、たまに背中濡れてますからね緊張なのか分かんないですけど、ああ汗っかきであるという感じですかね、まあなんとなく分からなくはない感じですけどね、はい、こんばんは、今日も横浜から見てるよ、ありがとうございます、ありがとうございます、冬ロリコンシューパないのってね、あどうなんですかね、天野くんもしかしたら小さい女子がお好みかもしれないですけどね、キャイン天野ウドの相方かってね言われてますね、金文字や、おおおお、なんなんこれ、23回ね ST100% 突入率 100% の ST23 回っていうスペックですけどもね、はい、そうですね、どうでしょうかね、天の地天の地、あよし元気やつです、ね、おっと鎧を剥ぎ取れるかっていう、おー来ましたね、あ2ポイント目ですね、剥ぎ取っていやんですね、あー来ましたね、はい、あおめでとうございます、あ2ポイント目ゲット、2ポイント目、ちょ引き良すぎますよね、でももうプライベートはめっちゃ負けてますよ当たらないですから、ブラジャー破壊成功ということでおめでとうございます、ありがとうございます、いやさすがエロい騎士を打たせると高橋選手は強いですね、基本的に、はい、そっち系しか専門の、そうですね、専門ですよね、はい、お気合が違うって感じですね、さあ一気も役物が、ね、動いて龍が火を吐いてますが来るのか、当たるってね言ってる方いらっしゃいますけどね、これ結構面白いよねということで、そうなんですよね、一気もクイーンズブレードもそうなんですけど、アマデジかなりね人気の高い日記種というふうにね、そうですね、伺ってますけどね、うわ何これほんまお超ビッグボーナスということで16ラウンド、15ラウンド、16ラウンドでしたね、16になってますね、でしたかね、あ16ですね、おめでとうございます、これ2ポイントですか、え3、あいや一応2ポイントは2ポイントで、はい、当たり回数対決と、ね、いう形で、はいさせていただきたいと思いますけどね、さあこれ一騎当選、これ熱そうですけどね、どうなんですかね、主人公じゃないですかこれ、そうですね、はい、あーカット今緑、あちょっと弱いのか、一騎も歌流れてれば熱いけどってことで、歌ね流れてますね、あ違うわこれ歌はあれか、あクイーンズブレードの方ですか ね、 ね、大変失礼いたしました、ハンコがねポンって押される演出があるんですが、ハンコがないというので、ああちょっと厳しい、残念、おおあるの、あ違うか、エイないんかい、違う、え何そのさっきの役場の復活パターンじゃないの今のねえ、違うんだ、と思いました、あースタンプはなし高尾ですから、それね、はい、さすおって言われてますけどねあー今のでないんだ、残念ということで2対0ですね、2対0ですね、はい、あー悔しいな、あ外れた時のデフォだよってことで、あそんなんデフォルトであったっけ、ね、狂って回るのあらしいですね、まあ、でも最近ほんとこういう女の子の台は人気がね、はいはい、そうですね、結構出てきてるんで、そうですね、はい、いいと思いますいいと思います、あると思います、はい、雑なおすすめの仕方でねありがとうございますなんですけどね、あると思います、はい、あ謎役動き、謎役動ってね言われてますけど、確かにね赤字やね、どうなんですかね、赤字はどうなんですかね、
メガネ外してよ天野くんとかね言われてますけど、じゃあぜひお店に来ていただいてね、メガネ取って見せてください。そうですね、聞いていただければといいですけどね。なんか乾さんと同じ匂いがするってことで、東大阪のねスタッフさんで乾2000枚さんという方がねいらっしゃって、まあ、明るくこうまん丸い感じの雰囲気のね、確かにちょっと雰囲気似た方なんですけど、まあ、乾さん最近大人気で、あのもうロリコンというかね幼女好きというのをね公言しまおしまくってるっていうね危険なキャラクターなんですけどね。すごいですね。天野くんはどうなんですかね。天野くんまだちょっと緊張してるんで ね, ちょっとねかなり今日もねたどたどしい感じでしたけどもね、もうちょっと開花させます私。あ、わかりました。じゃあね、サイコ店長があまりそういうところ関与しないんで。あ、なるほど。私がたこ焼き店長がねやっていきます。はい、そうですね、番組用に強化しておいていただければと思いますのでね、調教しておきます。そうですね、調教していただければと思いますので、はい、アモノッチと呼ぼうってね言われてますので、ぜひアモノッチというふうに声かけていただければと思います。ね、一番いいのはお客様にね、はい、やっぱり愛を持ってやっ接していただくのが、そうですね、彼のためだと。はい、本当にねいろいろ、まあ、彼自身も、はい、もっといきぐいぐい行くと思いますので。そうですね、はい、ね、これでも嘘のようで本当の話なんですけど、はい、お客様から、はい、お前芸能人働かしてるやんって言われたんです。これ本当ですから。え、天野っちが。あ、そうですそうです。あ、キャイン天野くん、それはえ今ミキティさんそれ今作ったでしょ。それ真顔で言ってましたからねお客様は。それは今作ったでしょ明らか。本当ですよこれ。え、本当なんですか。本当です。マジですか。あれですよ、あんまり冗談言わないおっちゃんとかが、はい、それお客様がミキティさん、はい、反応としてはどういう風に返すんですか、そういう場合は。まあ流すっていうのが。そうですね、はい、あ、そうなんですか。9割の、はい、全世界の人9割は流してる。流してもらって。あ、そうなんだ、はい、いやいや違いますよって、あれ芸能人じゃないですよとかね。そうですね、言いにくい部分もねありますけどもね。どうなんですかね。資産運用の仕方を教えてよ天野くんってね言われてますけどね、どうなんですかね。盛るなよって言われてますよ。ミキティア今作ったでしょって言われてますけどね。完全に作ってるだろそれって感じがしますけどね。作ってません。どうなんですかね、天野っちよろしくってね言われてますけど、天野っち何年目なのかなって言われてますけどね、どうなんですかね。またじゃあちょっと何年目最後店長ほんまもう LINE ばっかして 2年目ということでね、今ちょっと最後店長は LINE が忙しいようでちょっと残念ながらね、出ていただけてないみたいなんですけど、彼女と2人やのにグループチャットでやってますからね。え、グループ LINE やってます。何のために。わかんないですね、その辺が謎です。あ、そうですか。いやー、やらしいですね本当にね、はい、卑猥ですね。ちょっとお忙しいということで、はい、申し訳ないですけどね、後ほどまた出ていただけるんじゃないかなと思いますんで ね、ご期待いただければと思います。もう終わっちゃいましたね、はい、僕お、ST 終了。あ、ボタン連打どうですかね。キャバかって言われてますけどね、キャバっていうよりはね彼女とイチャついてる感じかもしれないですけどね、はい、またこんばんは、和骨です。またサイコ店長席外してんのってことで外してますね完全にね、はい、キャバラインかキャバラインって何なんですかね、見れば見るほど天野っちで笑うたってね、本当にかなり似てるのは確かに似てますけどね。そうですね、はい、伝説の高尾ポロリ期待高尾高尾なんでこの台ということで、さっきも言いましたようにそこにあるからねこの台になりましたね。一気当選は気になるって言われてますね、なんでよ音下げてねってことでね、音今ちょうどいいぐらいになったと思うんですけど、どうですかね。そうですね、いいぐらいになったと思うんですけどね、はい、完璧な調整をね、音量調整をしていただきましたありがとうございます。一気当選はマックスがいいなっていう方いらっしゃいますね。高尾ってあの高尾、そうですね、他に高尾ないですからね。海辺は出玉対決の方がよくね。海辺って何ですかね。 7L バージョンめっちゃ好きっていう、ね、方いらっしゃいますね、ありがとうございます、はい。今日のスポンサーは高尾かそうですね、誰だよ。高尾に激アツなんぞ求めてはいけない今しめ、確かにね、そうですね、マジっすか、マジやマジやさんもねなかなか面白いキャラクターなんで、そのうちまたちょっとね出て打っていただければなと思いますけどもね。そうですね、はい、どうですかね、マジアさんって言われてますけどね、ウーマンラッシュアワーとか言われてますけどね、ちょっと似てるかもしれないですね。あ、はい、あ、彼もフレッシュマンですからね。あ、まだ新しいスタッフさんということ で、なるほど、年が若いですね、確か23とか4とかそれぐらいですかね。あの子若いですよね、町田。あ、町田が欲しいんですか。あ、若いですね、マジアさん、マジアさん若いということで。あ、マジアさんは、はい、そうですね、18歳ぐらいですかね。18歳。でも僕なんで野崎店やのに市場のアーティのスタッフ僕がまあしてしまうんですけど、はい、
なんでしない、なんでしない。じゃあ野崎店、じゃあ来週ね、また野崎店から放送するんで、そこでなんか野崎の面白キャラクターをこうご紹介いただければ。そうですね。はい、あ、はい、ね、6月から一人社員にが増えたんですよ。お、そうなんですか。じゃあ、はい、その人ぜひ紹介していただいて。ちょっとまあ本人ね、はい、聞いてみますけど。そうですね。はい、そうですね。ぜひね。そうですね。紹介だけでもいいですし、もしよければ打っていただいたりとかね。そうですね、はい、僕ばっか絵面は汚いと思うんですけど。いや、はい、そんなことはね、言われてますけどね。若干ですけどね、はい、後ろの女性呼んでってことでね、さっきね、ちょっとオープニングやってる時に後ろのね、あの女性のスタッフさん、アルバイトさんかな、なんかね、通りかかったんでね、美人な姉ちゃんチラリとか言われてますけどね、はい、まあ、あれも多分スタッフさんだと思う。あれも多分っていうか、う、ね、多分間違いなくね、縄手のスタッフさんだと思いますんで、ぜひ見に来ていただきたいですね、はい、縄手にね、見に来ていただければと思いますけどもね。紹介だけかってね、言われてますけど、新人紹介、後ろのお姉さんはってめっちゃ言われてますね。もう始めようかってね。カイジは地下帝国に送られたんってことで、今は強制労働施設で多分そこにいますね。あ、そこに強制労働されてます、ね、あ、強制強制労働施設ではないけど、キコーナで今働いてるということでね。そうですね、どっか行っちゃいましたね。今業務に当たられてますけどね、はい、はい、ロリコンミキキ脇黄色かったぞ、嘘つけ、外店長と脇隠すなっつーのーって言われてますね。高尾スパイダーマンの信頼出してくれないかなということで、なんか確かにありましたね、スパイダーマン、ブラックスパイダーマンだっけ、なんかベノムでしたっけね。そう、ベノムのあれが面白かったですね、はい、面白かったですね、はい、なかなか変わったスペック で、 そうです、ね、はい、かなり人気があった記憶ありますけどね。ああいうなんかやっぱりちょっと特殊というかね、独特な機種を作らせると高尾さんかなり面白いね感じですけどもね、はい、まあ、その辺が高尾さんらしさというかマニアックな、ね、とこかなという感じですよ ね、 そうですね、はい、松浦は桃源ありがとうございます。何も見せ場作らなかったミキティカーと、そうですね、萌え台に食いつく店長の鏡、そうですね、皆さんは既婚者さんですかということで、もうその話もね毎週出るんですけど、す今日打ってる2人に関して言うと、もう完全にね、既婚者か、独身かっていうと、心に傷を負った者同士がね、そうです、はい、打っているということでお察しいただければと思います。はい、わざとらしいやらしさ、振りかな、好感度アップって、ね、言われてますね。ミキティは AV 談義だけしてればいいよということで、ね、AV 好きということで、そんな会話してましたね。そうそう、松浦と AV の番組やろうぜみたいな、ね、感じで盛り上がってましたけどね。言ってましたもんね、はい、ぜひね、実現に向けて私諦めてませんので動きたいと思いますよね。はい、パチパチパチ、4つ隣のガンダム打とうぜ、よく知ってんな、これ実際お店に来ていただいてるお客さんですね、これ ね、 ですね、ありがとうございます。すごい、よく分かりますね、本当にね、島の中を覚えていただくっていうのは ね、 ね、それすごい素晴らしいですね。我々からしたらよかったなと思いますよね。素晴らしいですね、はい、たこ焼き店長、ムック店長に怒られたということで、怒られました、怒られた、はい、あれいつでしたっけ、大東なんか行かなくていいから縄手、野崎に来いみたいなね。そうそう、この間ね、メーカーさんにちょっと見に行ったんですよ。はいはいはい、はい、で新機種、ムック店長にお話したいことがあったんで挨拶しに行ったら、はい、もうあんなだからね、顔見るなりね、はい、大東なんか行かんでいいって言ったでしょうね、絡まれました、ね、何のことですかってごまかしました。いやいやいや、それは言われるよね、はい、横にサイコ店長がいたんで、はい、僕は言わされましたっていう。ああ、なるほど、サイコ店長が、ね、そうそう、言えって言った、強制的に言えって言ったんで仕方なく言いました。ただムック店長全部 見たみたいで、はい、はい、怒られました。全部見てた。あとね、見てたみたいで。ああ、そうですか、はい、すごいですね。まあ、ということでね、まあね、でもまあ基本的には仲良しというか、そのエリアかなりね近いお店になってますんでね、はい、はい、大東半のエリアで、だから3店舗でこうね、そうですね、うまいこと、はい、力合わせてやれたらなと。そうですね、はい、ぜひ遊びに来ていただければという形になってますんでね。その中で駅降りてすぐは野崎店、一番駅から近いのはね、一番駅から近いの野崎っていうことらしいですけど、ね、ただ快速は止まりません。なるほど、そうですね、はい、快速皆さん乗っていただければ、はい、縄手はね快速止まりますけどね。そうですね、はい、はい、さあ、ね、これそれぞれの思惑が
入り乱れる、ね、感じですけどもね、はい、スペック軽く教えてって言われてますんで、はい、いますね、クイーンズブレード 7L、高尾ですね99分の1、はい、各辺突入率が 100% ST23 回の ST 機ですね。時短が19回か63回という形で、まあ、これ潜伏絡めてどっちかよくわからないようにしてあるという感じですかね。そうですね、はい、出玉はそこに乗ってますかね。16ラウンドの出玉で、ね、16ラウンドで4ラウンドと16ラウンドです、ね、4ラウンドと16ラウンド、はい、電柱からの当選が、はい、でへそからは10ラウンド68%、はい、で残り 32% が潜伏学園オア突然学園。なるほど、という仕様になってます。なるほど、はい、という形になってますね。で1機当選2、こちらも高尾ですね 99.9分の1、 ST72 回なんですが、はい、突入率が 64% という、まあ、その分長くなっているという感じですね、はい、そうですね、はい、時短が40回という形のスペックになっております。熱いね、そうですね、ハートの保留になってますね。おあら、おあら、さあブラジャー片方、片一歩出る、来い役者ね、一応動いてますわね。サイコ店長が後ろでニヤって笑ってますね。笑ってますね、今ね、戻ってきたサイコ店長がね。ちょっとこの画像見るのが恥ずかしいから、はい、後ろから見て、はい、あーなるほど自分が座るのは恥ずかしい感じですかね。そうそう、まあ、そういう人たまにいますけどね。そういうところ、嫌なところを僕にやらすんです。なるほどそんなことはないんですよあの皆さん、こうやって仲悪そうに見えますけど、めっちゃ仲いいですからね、はい、僕仲悪そうかどうかね、よくわかんないですけどね。僕はこうやって演じてるだけなんで。ああ、そうなんですか、はい、悪者をね、演じてるっていうことですけどね。ミキティは相変わらず喋らへんっていうところがちょっとこう、ね、いやいやいや、ミキティさんはね、もう当てるために必死ですからね。そうですね、はい、余裕ないですね。余裕ないね、はい、ね、おわ、でかいボタン、お、でかいボタン、わー、3回目おめでとうございます。おめでとうございます。調子いいですね、って言われてますね、高木店長。調子いいな、ソースって言われてますけどね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、期待度星2つだったんでね、厳しいかなと思ったんですが、そうです、ね、見事楽しさつながる、お願い、何なんですかそれキャッチフレーズにしようかなってちょっと思ったんですけどね。それあれですよね、PIX って広告代理店さんがなんかのもらったやつですね全然気候など関係ない、完全に熱、ね、はい、かっただけなんですよね。全くよそのキャッチフレーズを自分のものにしようとよくわかんない感じですけど、あ、ハートフリュー熱いでってことが分かるんですね。あ、そうだったんですね、やっぱりね。なるほど、見事3回目の大当たりゲットということですね、はい、あ、もう幸先いいですね。まあ、さっきねちょっと2連しかできなかったね、もうちょっとね伸ばせればというところですが、どうですかね。一気当選、ボタン長押しじゃなかったっけ。あ、ボタン長押しでボリューム調整できるんですかね、どうなんですかね。いや、ちょっとわかんないですけどね。もしまあ今ちょうどねいい感じになってますんで、うん、大丈夫かなと思いますけどもね。回す、あ、そうなんだ。っていうか松浦さん、何連勤すれば気が済むんですか。いい加減体が心配なんですけど、ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。吉田、確かに音いらんな、無音。松浦さんの体が、みんなから嫁より心配されてる、間違いないですねそれはね、ありがとうございます今日キコーナで覇者26連したわーっていう方いらっしゃいますね。北斗、すごい、マックス26連はいかついですけど ね、 ですね、おめでとうございますって感じですね。キコーナチャンネルは会話中心だから無音でいいんじゃないって言われたんですけどねいやいやいや、一応ね音もちょっとはねお楽しみいただこうと思いますね。熱いってなってる、息道線、これは来たんじゃないですか。これはでも熱いハンコはどうですかね。あ、また緑、まあ、これがいやいや、まだ今から、あ、こっからです、こっからです、今からさあ、押せ、お、あ、潜伏入ったんかな、なんか引いたんですかね、え、どうですかね。見たいね、店長集結って、またね、店長集結やってくださいってね、今コメントいただいてますけどね。ああ、集結の、はい、前回ね、そうですね、
町集結スペシャル、昨日ね一応神戸なんですけど、やってましたね、はい、神戸の、はい、6店舗の店長さんにね、はい、あの集まっていただいて、はい、残念ながらちょっと1店舗のねお店の方あのお仕事の都合で来ていただけなかったんですけども、あ、そうだったんですね、5店舗のね店長さんに集まっていただいて、はい、店長集結スペシャルという形でね昨日はお送りさせていただいたんですけども、あ、こうあたりですね、そういうのも面白いですね、そうですね、はい、あ、そうですか、まあ、この辺であればハンナ大東エリアの、ね、店長をとりあえず3人集まって一緒に、ね、打っていただくとか、はい、面白そうな、ね、企画ですけどもね、はい、3店舗やりましょうか、本当は、そうですね、いいかもしれないですね、あんま3個店長が乗り気じゃないのに、ね、え、僕ですか、はい、いや、そんなことないですよ、やりましょう、そんなことない、はい、やる気ある、はい、大丈夫ですかね、じゃ迎えに来てね迎えに来てって意味がよくわかんないですけどね、はい、ああバチョはダメだねってね言われてますね、あ、黄昏はダメだわ、ね、集結みたいですってね、集結しましょうか、はい、はい、言われてますけどね、はい、1店舗だけ招集かけなかったんでしょうって言われてますが、招集はかけたんですけどちょっとねお仕事の都合で昨日は来れなかったということで、まあ3チームに分かれて、アナザーゴッドハーデスを3台でね、分回すという、感じで出玉対決ね、させていただいたんですけども、はい、残念ながらね、ちょっと展開が微妙な、あ、そうそう、はい、感じで出なかったんですか、かなりハマってしまった台が1つと、あと2つが、まあ、そこそこというような、はい、あ、63回手に入れましたね、おっと、スーパークイーンズ対、なるほど、時短ですね、へそで引いたって言われても、あ、へそ引いちゃったのか、さっき、どうなんですかね、あ、そうですね、今日もバツイチ対決か、負けたら元嫁に電話よろしく、生電話よろしくってね言われてますけどね、前も言ってましたもんね、恐ろしい罰ゲームですけどね、松浦毎日見るけど録画なって言われますが完全に生になっております、潜伏引いても当たりカウントしないホールあるからなってことで、これはなかなか難しい問題ですけどもね、潜伏上げないでほしいっていう方もねいれば、潜伏もちゃんと上げてほしいっていうニーズがいろいろかなり分かれるんでね、そこはお店の判断で信号を取るか取らないかっていうのは各お店によって違う感じでいいですかね、まあそのお客さんのニーズというか客層とかもに合わせてっていう感じになるんですかね、はい、なるほどっていう感じになってますんでね、まあ、その辺もお店の方にもしわからないことあればスタッフさんの方に聞いていただければお答えいただけるという形で、ね、はい、よろしいですかね、そうです、はい、はい、なっておりますのでよろしくお願いいたします、こんばんは、今日何打つんですかということで、一期当選2とクイーンズブレード 7L 高尾アマデジ2機種、対決させていただいております、はい、罰ゲームあるんやろ、ありますね、最近松浦見てたら切なくなる、どういう意味ですかね松浦さんの錬金の継続率は 98% ぐらいありそうですねってことで、まあそうですね、完全にね、98% ぐらいのなかなか、ね、落ちないね、はい、桃源の笛ぐらい、ね、桃源ぐらい落ちないから、はい、桃源ぐらいっていうか桃源俺落とした記憶があるんで、ね、はい、頑張ろう皆さんってありがとうございます、疑似音外しなんか当たり前の高岡ということでね、そうですね、確かにね、そうですね、はい、高岡の疑似はよくわかんないところで当たったりねする不思議な感じがありますけどもね、はい、松浦が命を削ってる様を見ない目に焼き付けてください、ありがとうございます、小当たりの高岡、松浦エンデックから罰ゲーム受けてるでしょう違います、はい、いつもスローしか打たないがパチを初めて打った時は演出の派手さにびっくりということで、はい、あ、なるほどね、まあ確かにスロットと比べればね、かなり演出、まあ機種にもよるけど派手にね煽りが入ってくる機種多いのかもしれないですね、そうですね、はい、高尾台最高、特にこの2周という、ね、いう方いらっしゃいますね、やっぱり高尾ファンの方ですかね、うん、はい、まあ、いらっしゃいますね、中にですね、本当に高尾は独特のファンを、ね、持ってるというイメージがありますけどね、クイーンズブレードとか今でも人気ですもんね、いやだいぶ人気ですよね、はい、これ導入自体はかなりもうちょっと前でしたっけ、そうですね、もう2年ぐらい前じゃないですか、それぐらい前じゃないですかね、あ、そうですか、そんなに経ちますっけ、はい、クイーンズブレード、僕豊岡の時に入れた記憶あります、ね、そうですか、一期当選の2のアマデジは一応3ヶ月前ぐらいでしたっ
かね。そうですね、ライトとマックスが同時発売 でその後アマーが出て、はいはい、それが多分3月とか4月とかだったような記憶があるんですけど、ちょっと2月でしたかね、あ、2、3ぐらいでしたかね、はい、はいはい、ということで、まあ、1機当選2の方には比較的新しい機種と言えるんですかね、はい、そうですね、はい、なっております。松浦カメラ出してよってことで、ね、今出しました、すいません、今日の俺のワールドカップは究極クラボーで快勝でしたということで、あ、これマクロスですかね、究極クランボーナス引いて大勝したという、ね、ことですけどね、キコーナーで打っていただいたんでしょうかね、どうでしょうかね。日本はね、残念ながら負けてしまいましたけれども、ワールドカップで、本田ね、はい、15分、前半15分でしたっけ、ね、素晴らしいシュートを決め、あれちょうどホールでたまたまテレビつけたら見た、あのシーンやったんで、あ、なるほど、前半まではいけると思ったんですよね、ですよね、うん、1-0 だったんですけどもね、はい、残念ながらという結果ですけどもね、やっぱりホールでもね、その話題でね、盛り上がってた方多いんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい、まあ、1ヶ月間ワールドカップの期間中はね、どうしてもサッカーの話題がかなり盛り上がるのかなという感じがしますけどね、はい、さっき当たったやつ、さあ全員集合できればというところですね、19人ドログバーって言われてますけどね、まあ勝てるなんて思ってなかったしいいよっていうね、いう方もね、冷めた方もいらっしゃいますけどね。お、14、あと5人、あと5人、5人どうですかね、あ、終わった、あ、残念、揃わず、ダメでしたね、残念ですね。流玉保留待ち、そうですね、一気確かにそうかもしれないですね。横でミキディさんの顔が引きつってるんですよね。お、ミキディさん引きつってる、そうですね、いやミキディさんまだ当たらへんの相変わらずの引き弱ということで、ユーパチやる、ユーパチ、はい、いやちょっと参りましたねもうあれですね、この前回からもトータル2時間以上は当たってないですねそうですね、そろそろできんやな、当たってないですね完全にネガティブキャンペーンですけどね。あ、これ分かんない、あ、違うか、そうですね、ハートじゃないかな、なんだこれ、猛烈なネガキャン状態ですけどね、おかしいやろ高尾、さすが高尾ってね、当たり方やっぱりね、店長の方も最初の当たり方ちょっと本当にすごい当たり方でね、そうですね、はい、急にですもん、ね、びっくりしましたけどね、あー、なんやこれ、全員集合したねって言われてますけどね、一気当選なら初代が神台だったなってね言われてますね、あ、そうですね、遠隔って言われてますけどね、液晶もうちょっとアップにできない、ちょっと寄りますか、もうちょっといきます、このもんでいいかな、お、来た、さあミッティさん役物来ましたね、だからボタン押しながら回せばいい、裏からやったな、そうですね、松浦さん遠隔ですかってことで ねえよこの野郎、ありがとうございます、はい、トスごとかなって言われてますけどね、これでいいっすよってことでね、松浦さん父の日に何か買ったということで、今日はね父の日ということで、はい、貴重な市場の当て店にもね、父の日というね、はい、お父さんいつもありがとうという、心温まるポスターがね、はい、ありましたけども、皆さんなんか父の日にお父さんに何かプレゼントを渡したりとかしましたか。いやしたしてないですね最後店長は残念ながらしてないということで、はい、ああそうですか、たこ焼き店長は僕はまあ、ないです、だから今回はない昨日ね、はい、三田村邦彦さんが来店だったんで、はい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 、はい、親父に一応サインを書いてもらいました、あ、なるほど、黒からですね、なるほど、はい、それはちょっとお父さんもね嬉しいかもしれないですね、そうですね、なるほどね、いいですね、はいはい、ミキティさんは会ってないですね、え、何もやってない、会ってない、会ってない、会ってもない、あー、お父さんに会いたいんですけどね、会いたいけど会ってない、そうやな、お父さんモスクワにいるもんね、そうなんですよお父さん今モスクワ在住なわけですね、モスクワで何してるの、あ、なるほどモスクワでガソリンスタンドの店員ガソリンスタンドの店員さんをモスクワでやられてるということで、はい、あ、なるほどね、人の家族構成むちゃくちゃにそんなやめなさい寒いんでね、ぜひ風邪など召されぬようにお気をつけくださいというふうに、ね、お伝えいただければと思いますけどね、はい、という感じで残念ながらね、この今日のメンバーに関して言うと俺も含めて松浦さん何もしてないですね、いやなんかしないとやばいなとか思いつつ、はい、ついついね、あ、今から電話します、そうそう、いや今はもうちょっとやめといた方がいいんじゃないかなって感じですけどね、はい、申し訳ございません、だいぶありがたくない時間ですからね、多分寝てるんじゃないかなと思いますんでね、はい、多分出ないんじゃないかなと思いますけどね、はい、
どうですかね、ぜひね、まあ、後日からでもいいんで、なんかちょっとね、一応、ちょっと遅くなったけど、ね、みたいなね、はい、感じでできればと思いますけどもね、はい、はい、いつも台がうるさいねってことで、あ、これぐらいの方がまあ喋りやすい感じはね、ありますけどね、はい、最近、アマデジも当たらないんだけど、遠隔かな、松浦さんということで、ねえよ、この野郎、ありがとうございます、クイーンズブレード、アマスペックいいよねってことでね、そうですね。高尾の一つ前の枠のハンドルで握力鍛えてましたということで、あ、戻りがきつい機種というか枠だったんですかね。赤いやつですかね、まあ、1個前って。赤いやつ、ちょっと記憶が思い出せないですけど、なんかこうボコボコというかね、あのここがよく壊れる、あ、そう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 、あ、だったんですかね。ハンドルのバネがかなり戻りがきつかったのかもしれないですけどね。高尾からお金もらったのかな、いやいや、もらいたいぐらいですけどね、もらってはないですね、はい、うるせえ、難易度あるのかなということで、まあ、難易度もね、なんかまあご要望がかなり集まればって感じですけどもね、はい、はい、高尾メーカーからキャバ、ね、ソス店長、ソスヨローって言われてますよね、そうっすね、はい、出ましたね、ライトに出ましたね、はい、ライトのスロット配信、おきて破りやろうぜ、日曜日。ソスはこうで、相談、想定何台入んのということで、まあ、その辺もね、ちょっといろいろ規制というか決まりがありましてね、まだ告知できなかったりする部分がありますので、野崎店はもう言っていいんですかね。野崎店は明日ですんで大丈夫ですよね。明日というか、はい、日付が変わって今日ということで、今日ですね、はい、5台入ります。5台ということでね、はい、想定の件入りますんで、ぜひ遊びに来ていただければと思います。お願いします。はい、クイーンズブレードって ST ってことで ST ですね、ソスで先週はソスのソスコールだったからなって、ソースですね、天の地いじめないでねって、ブラジャー結構面白いねって、うん、ST 中の確率はということで、これ23分の1だった、29分の1、29分の1ですかね、はい、大変失礼しました、29分の1という確率になっております。いや、ないやろうってね、言われてますね。おすすめの AV 教えてくださいって言われてますんでね。じゃあ、あれですかね、こんな時間になりました。ミキティさんにぜひ、ね、あの、はい、縄手に来ていただいて、AV トークね、していただければいいんじゃないかなと思いますんで、はい、ミキティさんね、まあ、聞くところによると相当いろいろお詳しいということで、いやいや、そうですね、はい、ぜひね、AV 好きな方、市場の縄手に来ていただいて、最近の、ね、トレンドなり、はい、おすすめなりをね、聞いていただければと思います。おめでとうって、ただね、アマデジだからって、そうですね。素人クイーンズブレードやっぱり面白い、一気も歌流れてれば熱いけどって、そうですね、反抗がない、反抗ない、あ、やっぱり一気当選はあの反抗がかなり重要みたいですね。反抗の種類にももちろんよるんですけども、これは熱いんじゃないですか。どうですかね、ざわついてますね、疑似今 3? 赤まで行きましたね、赤まで行きましたね、どうでしょうね、保留はなんか燃えてる、ね、普通の白い女の子です、保留ですか、ああ、女の子の保留ですね、やばいな、この後ろどうなんですかね、やばいな、これモスクワから仕入れてくださ い, いモスクワから AV 仕入れろって言われますけどね洋物洋物を入れてくださいって言うか、ウォッカ物語とか、そんなウォッカ物語危ない、危険な匂いしかしないですけどね、ウォッカ物語、ざわざわ、ね、前回転、ね、右打ちになってるけど、ね、お、右打ち、前回転、いや、なんかね、ぽい感じですかね、エピソード、あ、ほんま、右打ちって言ってますね、もう当たってんのかな、小当たり、あー、小当たりなんだ、あー、で、扉閉まって残念って感じですかね、ダメですね、クイーンズスロット、あー、なるほど、バンスロットですね、突入ですね、小当たりか24回潜伏ということですね、はい、当たるでしょ、どうですかね、どうせ小当たりって言われてますけどね、高尾ですから、クイーンズブレード継続率もいいし、4ラウンド16ラウンドの比率が1対1だからいいねということで、スペックね、かなり人気、あのいいスペックということで人気あるみたいですね、どうですかね、さすが外れた時のデフォ、あ、一気当選のね、さっきの外れた時の役物の動きはね、やっぱ謎すぎるっていうね、そうですね、コメントね、たくさん来てますけどね、謎役動き、ね、謎躍動って言われてますよね、松浦さんっていつ寝てんのってことで、昼間あガンガン寝てます、 ST 中はもっとひどいよ、俺も最初打った時は勘違いしたっていう、ね、方いらっしゃいますね、そうですね、はい、7L バージョンで1万5000発出ましたという方も、ね、いらっしゃいますね、すごいですね、はい、高尾はアタッカー開くまで信用してはいけないですね、まあ、確かにね、はい、
激アツ金保留とかね、ギジヨンとかでもね、ポロって外れたりしますからね。そうですね、はい、たこ焼き店長って部下口説いてそうとか言われてますけど、どうなんですか、うん、それはノーコメントで、はい、ノーコメントって言うとちょっと待って、語弊があるから、はい、口説いてるみたいじゃん、本当にほんまね、口説いてないよって言っといてくださいよ、ちゃんと。はい、なんでちょっとふてくされながらはいって言って事実を突きつけられた時みたいな反応になってますけどね。いや僕はあれですよ、そういうのがあれなんで、はい、何も関心持たないんで。あれですよね、あのたこ焼き店長なんていうか、はい、遊びキャラとかね、あのチャラキャラみたいに勘違いされやすいけど、実は結構硬派というか、はい、いや違いますよ。え違う、あ違う、あ違います。俺がぶっこんでくるでしょ、フォロー入れようと思ったんですけど、まあ、いいですけどね、どう思われようが、あのじゃあ僕のし、まあいいや、なんだよ最後まで言えばいいじゃん。だからあの一緒に遊んでいただければ本当分かっていただけるかな。なるほどなるほどね、はい、まあ、付き合っていただければどういう男か分かるけど、まあ、連続ソスって書かれてもおかしくないぐらい。あなるほど、ね、ソスって言いますけどね。なるほどね、ソスソスね言いまくる感じですけどね、まあ、勘違いされやすいっていう感じかもしれないですね。また小当たりですね、小当たり無双って言われてますけどね、まあ、チャラ男になりたいですね、ちょっとぐらい。あそうですか、はい、一回で人生の一回でいいかチャラ男って呼ばれて、最高の店長なんて顔がチャラ男でしょ。まあまあまあ顔がチャラ男というかね、男前なんで。そうですね、はい、男前ですね、いろいろね、うん、僕結構真面目そうな顔してんなって言われますよ。まあ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 真面目そうな汚い感じは確かにないですけどね。どうなんですかね、ミキティ息してるって言われてますけどミキティさん大丈夫ですか。息してますよ。本当に当たってないんですか。まだ当たってるけど黙ってるだけとかじゃなくて。いやいやいや当たってない。僕は多分ね、当たったらめっちゃ騒ぎますよ、はい、ああそうですか、お願いしますよ、そろそろ本当に。そうなんですよ、高尾さんからクレーム来るんだよね本当にでもミキティ本当に気弱いんですよ、はい、本当に気弱い、はい、あまあそれはなんとなく分かりますね。プライベートでうちに行ってるときに、はい、あってもほんまにハマってるんですよ。ああそうなんだ、うん、全然当てれてない、はい、ミキティも地下帝国行きになるでってね言われてますけどね。そうですね、はい、まあ、この間僕これガチな話ね、市場のアーティの駅前歩いてたらミキティの彼女とミキティを僕は見ましたからね。え、いやいやいや、そうなんですか、彼女がいるんですかミキティさん。まあ一応彼女の友達、まあ、まあまあまあこっち言っちゃいましたね僕ね、いらんこと言っていやがっちゃったからやめとこ、もう黙っとこ感じですかね。一期はライトミドルが面白いよね、演出の絶対数足りてないけどということで、ああそうなんですかね。まあ1回マックスは森口店でね、あの配信させていただいたんですけども、今回、ね、アマということでねさせていただいております、はい、あの時も一回も当たらなかったんじゃない、いや、あのマックスは、片方そうですね、辻元店長が当てたんですけど、ね、今神戸に移動した東さんが当てなかったんですね、一回も当てれなくて、はい、でそんなことねえだろうとかって言って、あれ放送が終わった後も、はい、1時間もないかな、30分ぐらいまだ打ってたんですけど、はい、せめて一回当てたいとかって言って、はい、でも結局当たらなかったっていう。そうですね、はい、かなりね厳しい感じでしたけどもね、まあ、マックスだとねそういうのもまあありえるのかなって感じがしますけど、はい、そうですね、あまあ、ユーパチなんでね、ユーパチですからね、 99.9 分の1ですから、いくらミキティさんのね引きがひどいとはいえ、はい、そろそろ当ててくれるんじゃないかな。そうですね、はい、この図柄がタイプ、どの図柄がタイプどのキャラクター、あ、この子です。これ誰、これ、リョフです。リョフ、はい、あ、原作結構あれですか、詳しい。いや、そうでもないです、ね、あ、そうでもない。でも両方知ってるんですよ。あ、なるほど、まあ有名なキャラクターぐらいは分かる。あ、そうですね、マックス怖いねということでね。そうですね、まあ、かなりねハマりも深い分リターンもでかいというね感じではあるのかなって感じですけども、店長スイッチないと当たらないそうだねって言うんですけどね、本当にね、遠隔信者がまたほら松浦遠隔あるんですかとか言ってくるんで、早めにねちょっと当てていただければと思います。そうですね、はいはい、ぜひともよろしくお願いしますね。VST の潜伏はいらんかった、最後また彼女と LINE ってありますか。そうですね、多分 LINE が終わったんで今ね戻ってきたんだと思いますねいや真面目に仕事してましたよ、はい、っていうことの、建前上はそういうことらしいです、ね、いや、あの、はい、ビデオカメラ、ビデオ
通話してましたもんね。あ、ビデオ通話ね。あのテレビ電話みたいなやつね。そうそうそう、あ、なるほどね。最近はね、いろんな機能が、ね、ありますよね。昔出たての時は抵抗あったけど、こんな台ばかり増えたら普通に打てるようになったってことで、確かにちょっと恥ずかしい、気恥ずかしい、ね、はい、部分はあるのかなっていう感じがしました。本当にそういう機種増えたんで、多いですもんね、はい、そうですね、全然気にならない感じは確かにね、はい、ありますよね。サイコ店長の名前の由来は本名って言われてますが、これはサイコ店長、これはあれですね、桃源の笛を打った時の、はい、そうですね、桃源の笛を打った時、森口店のね、西島甲賀でしたっけ、西島甲賀、はい、いわゆるガロの主人公の名前ですよね、はい、はい、の略してサイコと、そうですね、いうことでね、森口店前回ね勤務されてた時の配信の、はい、サイコサイコというね、サイココールから、はい、サイコ店長という名前になっております。画質が悪い、どうですかね、じゃ今は問題ないのかな、モルナよ、ミキティ今作ったでしょうってね、そうですね、和骨です、サイコ店長また席外してんの、今ね戻ってきましたね、カバーラインが、はい、ました、はい、ラインが忙しいでサボれるのかって言われてますけどね腕疲れるだけやんかこれってことで、ね、ミキティさんね、本当に当ててくださいね、そろそろね、はい、お願いしますね。高尾対決嬉しいという方ね、いらっしゃいますね。ワールドカップ皆さんの一押し選手挙げてと言われてるんですが、はい、サッカー経験者のミキティ、ミキティさんね、おすすめの、そうですね、ミキティから言いましょう、はい、はい、そうですね、まあ、サッカーすっごい好きなんですけど、はい、サッカー見るのは好きじゃないんですよ。何なんですか、ほんまにサッカーやるのは好きなんですよ。やるのは好き。でも選手とか詳しいでしょ。選手ですか。選手は何ですか、ね、あのベッカムとかもあんなんですか。日本代表、ちょっと古いな出てないやん、まあ、それ何年前や。12年前ぐらいの話じゃないですか。あ、そうです、ラモスとか好きです。ラモス年齢ちょっとバレしたんですけどラモスラモスとか好きです、ね、ラモスルイ、ラモスルイですね、読売ヴェルディ、すごいな、めちゃくちゃ時止まってるな。いやーすごいJリーグ元年みたいな感じですけどね、完全にね、ラモスわらわらって言われてますけどね。日本代表でもあれですね、僕はやっとが好きなんですよ。やっと遠藤、ああ遠藤ね、はい、理由があるんですよ。お、何ですか。私学生の時ラウンドワンでアルバイトしてまして、はい、でその時に茨城のラウンドワンなんですよね、はい、やっとが、まほぼ毎日、まあ、遊びに来てくれてたんですよ。へえ。で、一回ご飯も一緒に。あ、そうですか。はい。あ、すみません。え、進行があるっていう。まあ、その時はお客様。年齢もでも同じぐらいじゃないですか。いやいや、やっとの方が上ですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。へえ。めちゃめちゃいい人ですからね、あの人。あ、そうですか。まあ、なんかいい人っていうのはなんかにじみ出てますよね。うん。遠藤ってね言われてますよね。はい。遠藤さんはね、はい、いい人です本当に。ああ、そうですか。奥さんも綺麗な人でしたし、ね、へえ。読売ヴェルディわらわらってね言われてますよね。サイコ店長のおすすめは。おすすめですか、うん、やっぱりスペインの、いや日本や、あ、日本、日本の話ワールドカップで言ってたじゃないですか。ああ、ワールドカップね、はい、ワールドカップ日本やったらやっぱり本田選手ちゃいますかね。本田選手ね、今日ね、はい、点取りましたからね、はい、はい、節第4中やだよな。あ、大阪でしたっけね。そうなんですよ、初めて知りました。ですよね、僕の実家っていうか地元から近かったんで。そうなんですね、自転車で行けるっていうことらしいですけどね。この間情熱大陸に出てたね。あ、そうなんだ、っていう感じですかね、はい、遠藤選手の方ですよね。あ、情熱大陸ね、はい、はいということらしいですね。今日は土曜日だね。今日土曜日？日曜日ですね。今日日曜日ですよね。はい。はい、まあ日付変わって月曜日。そうですね。はい、はいはい、なっております。びっくりした。いや、コメント欄にいきなり今日は土曜日だねって書いてあったんで何の策略なのかよくわかんないですけどね。ボタン変わらないと当たらないですねってことで、あ、押せのねボタンも普通だと厳しいのかなって感じですかね。高尾明、ありがとうございます。こんばんは。あれ、松浦さん今日イケメンやって。いつもイケメンですよ、ありがとうございます。高尾明わらわら、私を社員登用してくださいって言われてますけどね。お、いや、じゃあぜひキコーナグループでね、正社員中東採用とかも積極的に今やられてるということですんで。そうですね、はい、はい、ぜひ
興味ある方は、はい、門を叩いていただければと、そうです、ねね、いう形になってますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、アンダーツリーに就職するにはまずバイトからって言われてますが、まあだからそれもアルバイトから社員さんになるっていう道もありますし、はい、いきなりね正社員として入られる方も当然もちろんいらっしゃるという形ですよね、はい、もし興味あればぜひねご連絡いただければと思います。そうですね、はい。ソスはラインばっかだから餃子の系だなってことで、いやソス店長はラインはしてないんですけど、最後店長がラインばっかりしてるってことでね。ラインはやってないですよ、はい、やってない、はい、あっていう建前上はそういう形になってます、ね、絶対にしてます、はい。ソスオラゴクありがとうございます。高尾の悪口はやめてあげて、高尾ディスられてばっかでね。京都では何があったんですか。009も高尾だっけってことで、009は入銀 Google ライングルグル009は入銀ですよね。はい、グルグル9って言ってたすいません009ね。新入社員の話は松浦さんの嫉妬の嵐だな。お、これどういうことですかね。なんですかね。いやでもね、面白いスタッフさんが本当にね、キコナさんかなり多くてね。そうですね、もっと紹介したい、発掘したいですもん、ね、僕も、ね、そうですね、層が厚いなっていうのはね、はい、本当に思いますけどもね。昨日も神戸のその店長集結スペシャルで、はい、あのね、いろんな店長さん、初めて会う方とかももちろんいらっしゃったんですけど、カノコ台の店長すごかったでしょ。いやーね、まあ、あの井上店長はね、はい、前回あのサイトの時にも、ね、はいはい、来ていただいたんで、そういう経緯もあるんですけど、まあ、はい、ね、芸達者というか、はいはいはい、ずっとに中尾明の、ね、モノマネしまくってましたけど ね、本当にね、中尾明しかしないですから、ね、いやいや、なんかね、あのアナゴさんとか、あ、はい、原ちゃんとかね、もう和訳ちゃんになってましたけど、最後店長もね、いっぱい持ってますからね。お、そうなんですか。僕ですか。はい。なんかこの空気は固まってるんですけど、大丈夫ですかこれ。大丈夫ですかこれ。ラビスタはありますか。ありません。松浦男優になったら教えて。なりません。そっそっす。10個隣のエヴァ打とうぜ、あと横浜。え、マジで。エヴァ10個横？ないよ。ガセネタじゃん。ガセネタ。はい。なんだよ。キココも激おこやで、あくまで野崎に来い。知り合いが AV 女優なら見るけどさ、知り合いが AV 男優だったら松浦見る。いや見ないですね、すみません。はい、キココ激おこプンプンもある。でロストアイランドは導入してくれたのかねということで、ロストアイランド導入してほしいっていう声があったんですか、ね、ありましたっけ。配信ではあったんでしたかね、ちょっと覚えてないですが、はい、残念ながらロストアイランドは導入してないですね。導入はないという感じですかね、はい、野崎も残念ながらない感じですかね、はい、ロストアイランドは神戸中央スロット館ワードにね一回配信はさせていただいたんであると思いますんでね、もしじゃあ打ちたいという方はね神戸中央まで、そうですね、はい、行っていただければいいんじゃないかなと思いますね、新しく出たんですかということで、一気当選2のユーパチタイプが比較的新しいし、はい、2月か3月かということで、まあ、それでも結構もう3、4ヶ月前って感じですかね、はい、なっております。AKB あさって発表ということで18なんで、そうですね、あさって AKB と仕事人のスロットでしたっけね、発表されるということなんでね、はい、またその辺も詳しい情報が入り次第ねお伝えできればなと思いますけどもね、はい。ミキティ生きとるって生きてないですね。いやいや生きてますよ。生きてるんですか。まだ大丈夫。あ、打ってるんですかちゃんと。左目だけ泣いてますね。ちゃんとあれですか、へそに玉が入ってるんですかね。大丈夫です。あ、入ってるんですか。入ってるけど当たってないだけ。そうです。あ、なるほどなるほど。いやすごいな、ほんまに当たらへんねんな。ほんと当たらないですね。この間選手の化けもそうやったけど、なんなんですかねこれ。全然当たらないですけどね。当たらないですね。神社にお祓いとか行った方がいいんですかね。そう、潮の神社行った方がいいと思う。そうですね。僕だって野崎観音様結構行ってるよ。ああ、そうなんですか、うん、あれですか、そういう結構ガン担ぎだとかそういうのを割とパワースポット行くのなんか最近ハマってるんですよ。へえ、気分転換っていうか。へえ、亀岡の亀岡なんか、まあ、そのパワーあるんですかやっぱり行って。いや、もう行った時に満足するだけっていうか、はい、具体的になんかこうご利益があったとかっていうよりは、はい、まあもうなんかドライブも兼ねてみたいな感じですかね。なんか自分だけのそういうとこ探すの楽しくないですか。なるほどなるほど、うん、まあなんとなくね分かりますけどね、まあ、気分転換にはねなりそうですよね。市場の当て神社は僕は行った方がいいと思います。なるほど、
ミキティさんね、ぜひ一回ちょっとお祓いしていただいた方がいいかもしれないですね。はい、はい、なんかなんで行った方がいいって赤やね、赤赤でしょ、うん、ほら勝負の神様とかにちょっとこう教えていただいた方がいいんじゃないですかね、なんかね。そうですね、やられて踏まれて、おぉ、あったら来ましたね、ブラジャー。あー、カットイン緑で厳しいか。さあ、来るか。あーちゃー、どうしたらいいんやろな。あーちゃー、放送事故やん、もうこれ。完全にね、いや、って言われてますけどね。これこっち当たったらどうすんの。吉野家で覚えてもらう。いやー、ミッキーさん凄まじいですね。なんかびっくりしたですね。なんか体から妨害電波がなんか出てんじゃないのっていうレベルの当たらなさですけどね。ミキティはどうしたら当たるのって言われてますけどね。松浦さん、左のカメラ止めてあげてかわいそうになってきましたね。引き弱すぎって。最後店長が打つと当たるんでしょって言われてますけどね。そうですよ、まあ間違いないですね。はい、そうですね、両夫強いね、わらって言われてますけどね。戦闘が入る。これまた小当たりですかね、これどうですかね。両手でブラを撫でると当たり、左もうブラックアウトしようかって、ね、負のオーラがこっちまで来てるってね。どうもすいません、はい、あ、またバンスロットですね。またですね。でも俺もミキティ並みの引きだと思うということで。ありがとうございます。このレベルの人はなかなかね。そうですね、いないですけどね。生手の足を引っ張ってるのはミキ、あ言われてますけどね。圧倒的高尾感、ひらめいたブラ焼くものを壊せば壊しても多分ね、何かが書いてあるのかな、その裏にね。生きとせのホールでよくハマってるの見るってね、いう人も一応ね、擁護していただいてる方もいらっしゃいますけどね。ありがとうございます、まあ、ミキティさんの場合は多分そういう問題でもないような気がしますけど ね。いやー、そうでもないですよ。保留が変わりました。お、保留変わった。あ、そうですね、黄色ですか。なんかくすんだ黄色保留みたいになりますけどね。いや、普通に黄色みたいじゃないですか。いや、なんとなくほら鮮やかさがない黄色みたいなね、保留ですけどね。くすんでますね、やっぱり。ねえ、くすんでますよね。おならみたいな色ですね。ねえ、くすんでますよね。失礼な、おなら保留。おなら保留。おなら保留。おならの色って何ですか。だからよくこう、漫画とかで、ふーってなった時の色。いや、わかる。色、確かに。さあ、おなら保留。はい。人の保留、おなら保留とかやめてもらいます。天下三分の剣に行きかってとこですが、どうですかね。よし、ブルースリーに移動しようってね。高尾のブルースリーは残念ながらないですよね。え、もう終わりですか。あっと、バンスロットが残念ながら終わっちゃいました、ね、継続なし。あ、おなら保留も特に何もなく何もなく終わってしまいましたね。残念ですね。ミキティ移動させようぜってことで、これ移動は移動でも動です、ね、人事異動の意って書いてあるんですよ。あ、わかりました。はい、ひどい言われてますけど、ね、今までありがとう。どうですかね。ありがとうございます。気候まで店長になるには何年修行が必要って言われてますが、これはまあ修行っていうよりは何年とかもね、特に決まってないのかなって感じがするんですかね。まあ、やる気があればどんどん ね。 そうですね、別に何年以上とは決まってないんで。決まってない、はい、っていうことで、なんか最年少の店長さんは今25歳ということで、はい、梅北の白石店長が、ね、はい、あの25歳で最年少店長ということで、はいはいはい、まあ、これなんていうか、頑張ればチャンスがね。そうですね、いくらでも新しい仕事を任せていただける社風だということで、はい、伺ってますんで ね。もし本当に興味がある方はぜひね、キコーナーにご連絡いただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。どうですかね。機械いじってるの。いじってないよね。よし、リラックマにどうしようってね。台の上からケーブル伸びてます、伸びてますね。
ありがとう。一発ギャグしないから当たらないんだよって言われてますけどね。まあミキティさんいつものね、あのなんかいつもの面白いやつやってね、あの市場なわて名物市内、はい、市内がね、震えまくるという、はいはい、あの鉄板爆笑ギャグをねやっていただかないから今日は当たらないんじゃないですかっていうふうにね言われてますけどね。多分もうそんな振りされたら何やっても無理です絶対無理厳しい厳しいですね。あどうですかね、引き用はでも店長できるんですねって言われてますけどね。まあそうですね、引きは正直そんなに関係ないかもしれないですけどね、まあ、でもやっぱりパチンコスロット全くわからないってよりはね、ある程度知ってらっしゃる方が多いのかなって気がしますね。やる気はどうやったら見せられるの、やる気スイッチはどこにあるのってね言われてますけどね。まあどうなんですかね、やる気スイッチね、やる気スイッチ、まあ、そういうのは違うところにあるんでしょうけど、どうなんですかね、なんかモチベーションの上げ方とか、自分なんかこう疲れてるときにこれするとまた明日から頑張れるとかってなんかありますか、最高店長なんかありますかね、リラックスなリフレッシュ方法とかストレス発散とか。はい、いや特にないっすねないのかよなんか別になんか普通に頑張ろうと思ったら別に頑張れるんで。ああそうですか、はい、そこはあれやろ、彼女の顔見たら頑張れるとか。そう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 、なんか言わない、なんで僕が言わなあかんの、うまいことね言っとけばいいよね、そこでね、本当に、いや特にないですねとかね番組潰しもいいとこですよね、本当に ね, 本当に ね, ねまあ、ありえない。たこ焼き店長なんかたこ焼き店長もほらもうここね人の部分まで言っちゃうぐらいだから当然 ね自分のはそうでしょう、ね、はい、すごいねいい回答を、そうですね、はい、当然ね、はい、持っていただいてると思うんですけどもね、はい、どうですかたこ焼き店長。僕はあのお花畑行くことですかね。え、お花、お花見たら頑張ろうっていう。あ、お花を見て頑張ろうと思う。うあちょっともうほっときましょう。半端に精神科にちょっとね、精神科に受診していただいた方がいいよ。あのモンシロチョウとかこうわーいってやったら。あ、そう、早急にちょっと精神科の方にね、はい、あの心療内科の方にちょっとね、はい、あの、はい、受診していただいた方がいいと思うんですけど。こういう人でも店長になれるんで。こういう人でも。こういう人やから店長になれるん。暴言吐いてますけどね、こういう人でも。こういう人やから店長になれるんだ。なるほど。恐ろしいこと、みんなを楽しませる絵とか大好きな店長なんで、はい、って言われるよね、それは言われるよね、はい、中身は乙女なのね、おかまかしらって言われてますよね、完全に乙女ということで。僕はでも、ね、あれですね、あの高速の乗ることが好きです。あ、車の運転が好きなんで。あ、ドライブ、はい、ああなるほど、まあリフレッシュに、ね、なりますよね、ドライブもね、はい、えって言われてましたね、それはそうなるよねお花畑とか言われたらね、はい、じゃあ、あ、なんていうの、カメラ上のコメントではそういう風に言った方がいいかな。ヒガンバナって言われてますけど、ヒガンバナね失礼だろうね、どうなんですかね。あ、レッドブルガブ飲みとかね言う人もねいらっしゃいますね。あ、なるほどね、はい、あ、なんかね今エナジードリンクね、あの各種いろいろあって、キコーナのお店の中でレッドブルもねありますよ、はいはい、あるんじゃないの、ありますんで ね、はい、それを飲んでリフレッシュしていただいてね、そうですね、もう一勝負とかいう方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね、はい、どうですかね、大パンしたら当たるよやめてくださいね、はい、エンデクは、はい、すいません。いや、逆になんかリフレッシュ方法松浦さんなんかないですか。あー、俺は何ですかね、リフレッシュ方法とか気分転換、はい、あの仕事のやる気スイッチ入れる瞬間とか。あー、子供ああいいっすね、いいっすね、はい、うん、マジレスじゃない、ボケた方がいい。いやいや、でもじゃあマジでいいんじゃないですかね、はい、じゃあ子供の顔見たらね、そうそうそう、癒される、頑張ろうと思います、ね、癒されるってやつですね、はい、それはでもいいっすね、はい、はい、いいですね、すいません、マジレスしちゃった、大変失礼。エンデックはどうしたら社長になれますかということで、社長になりたいですって手を挙げていただいたらね即社長になれますよろしくお願いします。ミキティは養分の鏡ですねってね言われてますけどね、そうですね、ドラちゃん店長のように大パンしたらええってやめてくださいね、一発でもリーサルウェポンが必要なんてということでねマックス打つときはねちょっと当たらないかもということで、お客様がねこう確変、打って取り切れずにね、はい、残念ながら残していただれた台を、はいはいはい、打たせていただいたりとかっていうリーサルウェポンっていうね、はい、形で打たせていただいたりもあるんですけど、はい、
ミキティさんの場合はアマーデジ U パチでもリーサルが必要なんじゃないか。必要ですね。このままいったらほんま3時間え4時間当たりなし。いや、ね、マジですよ本当に。すごいな。ひどいですね。ひどいですね。ひどいわほんまに。ちょっとね。自分に言いますね。ひどいですね僕は。番組潰しも花話しも、はい。自分に言い聞かせてる感じですけどね。最後店長映らないのって言われてるんですけど、どうしましょうか。こっち行きますか、はい、最後店長、はい、ここ今ここカメラ、はい、ありますか。ありますんで、ここカメラがあってここにあの映って、あそうですね、はい、こんな感じで映っていただければと思いますんで、はい、ここですよね、はい、はい、こんな感じになってますんでよろしくお願いします。今日マイマイさん何してるんですか。マイマイは今日は何してんのかな。なんか一応コメント欄にいるのかな。マイマイ、マイマイさんね、はい、いるのかもしれないですけどね、うん、多分スターバックスとかじゃないかな。美味しくコーヒーを楽しんでる。そう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 、深夜のティーでもしてるんじゃないですか。ああそうなんですかね、うん、どうなんですかね。そんなキャラでもないんですけどね、なんかね、はい。あ、長谷部はキャプテン中のキャプテン。あ、長谷部ファンの方ね、さっきのサッカーの話題ですよね、いらっしゃいますけどね。ウェスカーの情熱大陸みたいな永久保存版やということで、これはあれですよね、森口店の P ワールドのページに、はい、森口店オープンまでのドキュメンタリー映像みたいなのがあったと思うんですけど、それ見るとね、本当に情熱大陸みたいな、はい、あのそうですね、よくできてますよね。そうなんですよ、ウェスカーのインタビュー映像とかね、真面目なインタビュー映像とかありますんで、はい、店長任されてどう思いましたかみたいな、はい、よしやってやろうと思いました、ね、みたいなね、はい、うん、真面目なやつありますんでね、ちょっと本当にあの見ていただければと思いますね。唯一あのウエスカーが真面目にやってるところですね。そうなんですよ、はい、グラさんじゃないね、普通の眼鏡で真面目にインタビューを答えるっていうね。今ちょっと見ると軽くこっぱずかしい、ね、あの映像がありますんでね、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、まずエンデックで研修してキコ社員になりますということで、ああそれは確かにそうかもしれないですね、はい、エンデックでキコーナのことかなり詳しくなれますんでね。そうですね、はい、いろんな店舗行きますしね、はい、よろしくお願いいたします。俺6歳のロリだけどキコーナ OK ということで申し訳ございません、エンデックにもお願いします。そうですね、でもウッチーだね。松浦店長こんばんは、ありがとうございます。キコーナ好きやからアンダーツリーの株買おうかな、はい、松浦さん今日酒パティじゃないの。そうですね、今日は全然違いますね。ちょっと酒パワーの T シャツね、稼働率がちょっと高すぎて、はい、もう急激にクタクタになってしまいましてですね。あ、そうなんですか。酒パワーの T シャツってもらえたりするんですか。買ったりとか、売ってます。へー、はい、売ってるんですか。はい、どこで買うんですか。通販でネットで、販売させていただいてますんで、僕らも欲しいって言ったら買えるんですか。もちろん買いますよ。あ、じゃあいります。最後店長ちょっと払っといてね10枚ぐらいあのね、今度2014バージョンっていうか今新しくできたのがあるんですけど、はい、オレンジ色、いわゆるキコーナさんカラーの、いいですね、酒パー T シャツができたんですけど、残念ながらそちら大人気ですでに完売ということで、はい、申し訳ないですけどもね。ニコ生用で着たいですね、それね。そうですね、僕らもなんかキコーナチャンネルで T シャツ作ったらいいんじゃないですか。じゃあ酒パー最後店長お願いします。じゃあ、はい、高木店長お願いしますだから8、2、いや違うな、大当店で、はい、4、5、1で割ろう。あ、そうですね、うん、いつも高木1で、はい、3店舗で、まあ、前からずっと言ってるその予算の割り方やけど4、5、1で4、5はどっちか決めてくれたらいいか。なるほど、1は1でで、美味しいとこだけ持っていこうっていうね。そう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 、はい、漁夫のりでね、はい、あ、罰ゲームでミキティ購入確定だなって言われますけどね。そうですね、まあ、ね、T シャツね、なんかちょっとやりたいですね。でもね、そういうね、明日も絶対見てください T シャツとか作ったらいいですね、いいですね、はい、思ってね、言ってるんですけどね、はい、なんかパロディ T シャツみたいな感じでね、やりたいですね、そうですね、はい、まあ、言い出しっぺの最後店長ちょっと言い出しない、言い出しない割り方おかしいってね、上半身裸でやんって言われたんですけどね意味が分かんないですね、本当にね。どうですかね。クイーンズブレードはアルドラが一番好きだけどほとんどホールにないよねってことで、アルドラはミドル、あ、ミドルでしたっけ、はい、マックスでしたっけね、ミドルでしたかね、うん、はい、スペック違いですけどもね。そうですね、はい、でも 7L の方が残ってますよね、どこもね。 7L はかなりね、人気が高いということでね、残ってますね。CR マジハロは入りますかということで、こっちが野崎店はパチンコのマジハロは残念ながら導入ないという形ですね、申し訳ございません。
ミドルはレイナ。ミドルはレイナ。はい、あ、ってことはマックスか、アルドラは。ですかね。大変失礼いたしました。仕事人のスロット、とんでもないヤバッシュがすると言われましたがね、どうなんですかね、仕事人のスロット、まあ、これもかなり18日に、ね、一応発表されるということ で、はい、気になる方多いんじゃないかなと思いますけどね、はい、一気当選、今何回ハマりですかということで、これ 何回から回し始めたんですか、ちなみにどんぐらい回してますもん。僕がこれ大当たり後276今回ってるから、はい、300回それ以上回してる。いや300ってことはないでしょう。500ぐらいハマってんじゃない。500ぐらいハマってるんですか。え、いやいや、でもそうでしょ。うん、でもそれぐらいいってるでしょ。ねえ、500ハマりぐらい。400、あ、400ハマり。なんでミキリさん喋らなくなっちゃったの。もうちょっと辛いんでしょうね。あ、そうですか。ちょっと言葉発するのも申し訳ない。そうですね。あ、そうです。皆様に申し訳ないです。早くモスクワ行ってウォッカ飲みたいみたいな感じで、ね、いや本当ですね、本当にアマデジ対決ミドルでももうちょい当たるでって言われてますよね。間違いないですよね。そうですね。化け物語当たらないのはしょうがないけど99分の1当たらないのはきついよね。本当に珍しいよ ね、はい、はい、ソスソスってね言われてますけどね、上から覗くなって言われてますね。たこ焼き店長、ブラジャー焼くものを上から覗くのやめてもらっていいですか。はい、ちょっと見えるかなって思って。いや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 、よくねミニスカの映像が出るとテレビの下から覗き込むやつとかねいますけどね。縄手の神社でお祓いしてもらって野崎に行けばいいんですねって言われてますけどね。どうなんですか、ね、なるほど、はい、でも野崎観音様の、はい、上ね、はい、階段登っていくんですけど、はいはい、結構夜景綺麗ですよ、ね、ああそうですか、はい、いいですけどね、うん、結構綺麗です。今日あれもうあれになるんでしたっけ、生駒。そうですね、生駒さんのふもとですもんね。ふもとぐらいになるんですかね、はい、っていう形になってますんでね。まあ奈良ともうほど近いハンナエリアというねいう形の市場のあて、はい、大東市市場のあて市あたりになってますんでね、はい、そうですね、はい、ぜひお近くの方遊びに来ていただければと思いますけどね、はいはい、アマでこんだけ出なかったらまくれないわってね、ミキティは配信向きじゃないのかってね言われてますけどね。ダイを選んだのはミキティということで間違いないですよね、最初に ね言ってましたからね、はい、自分がねどっち打つって言われて、じゃあ俺は一気当選で、はい、ね、もうその時点で勝敗は決まってたんかもかもしれないですね。ね、もうできんですねこれは。できん、はい、社員なのにできん、できんですね。働かせてもらえないみたいなね感じですけどね、どうですかね、厳しいですけどね。ピコまで放送してない店長で面白い人いるということで、逆に言うと面白い店長しかいないって感じですけどね。そうですね、はい、放送してない店舗、まあね、昨日の神戸中央の店長集結スペシャルでね、はい、鹿の子大店の井上店長ね、はいはいはい、かなりね、あれもね一人ね紹介した人いるんですけどね、僕も。お、そうですか。近々どうなんですかね、出てほしいなとは思いますけど。 あ、そうですか。そんな面白い方が。あれはやばいね、最後くん。そうですね、面白いですけど出していいのかどうか。出したらダメな人間なんで。え、まあ深夜向きの店長みたいな思うんですけど。深夜向きの店長、あれはね、絵面も汚いです。絵面も汚い。絵面も汚いし、はい、言うことも汚いんで、あんま出したらダメですけど。 それどこのお店の店長なんですか。これはね、はい、あー、なるほどね、あー、なるほどね、はい、まだちょっとね。お、赤や、ごめんね、また一回もらうわ。言える部分とね、言えない部分があると。そうですね、こう書きたいということでね、はい、はい、なってますね。いい人ですから、面白い人です。なるほどね。そうですね、っていうことらしいですね。まあ本当にでもたくさんね、店長さんいらっしゃるんですけど、皆さんかなり変わってるというかね、面白い方多いんでね、はい、各店舗でね、放送してない店舗も含めてね、いろいろ、はい、そうですね、出たいですね、みんなにね、はい、来ていただいてね、お声掛けいただければなと思いますね、はい、松浦さん、私のやる気スイッチ見つけてください。あ、すいません、頑張ります。貴重な岐阜高山に作っ て、ね、これも毎日書き込まれてますよね。あ、岐阜ですか。はい、ミキティのやる気スイッチは股間です。ミキティのやる気スイッチ押してあげてって言われてますけどね。今股間言われた時のミキティの反応、はい、レスポンスの速さ見ました、ね、すごい。喋ってって言ったら喋らへんのに、はい、霜になった瞬間感動しましたね。完全にね、ビクってなってましたけどね、はい、バレたみたいな顔してましたけどね。
のび太のやる気スイッチは最近押されたから頑張ってんじゃんってことでね、水曜日の鶴見店ののび太さんもね最近頑張ってますけどね、どうですかね、飛行なんて精神的に行かれないと入れないのってことで、いやそんなことないですよ当たりくださいって叫んだら当たるかも、当たりますね、牧原あゆ、椎名桃も、お花畑は頭だけで、ね、彼岸島じゃねえのって言われてますけどね、大井のしゃぶぞうさんの仲間ということで、まあ、これうちの別の、ね、番組でねまた面白い、はい、東京のお店で変なスタッフさんとかねいらっしゃるんですけどね、はい、まあ、お花畑行きたいとか言って多分ね同じ仲間だと思われるんじゃないかなって感じですけどね、菊畑って言われてますけどね、秘密の花園が好きなんですねって言われますね、お赤やきっと来るって赤いけど、バンスローですかね、どうですかね、松浦は新人いびりだろう、ね、松浦は子供に会える時間あるのって言いますが、いや会えますよ全然ね、今日も会って一緒に遊んできましたけどね、あそうなんですか、はい、どうですかね、やる気スイッチ押しても心が折れたらもう無理、あそうなんですかね、あ土曜日森口の気候内行ってきましたよということでありがとうございます、ありがとうございます、どうだったんですかね、勝ち負けで言うとね、もし勝っているのであればねまたご報告いただきたいと思いますけどね、おおおおおお、何これ、 7L モード突入ということでキャラが変わりましたけどね、潜伏してるかもってことですか、潜伏なんですかね、どうなんですかね、一応 7L モード図柄が揃えば大当たりですけどね、駐車場で仮眠松浦さんはということで、俺ちょっとまあ今週か先週かあの火曜日の放送で大東店に、はい、夜9時ぐらいにちょっとお店にね、あの、はい、ちょっと早めに着いて、はいはいはい、寝坊したって言うやつですか、そう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 見てました見てました、車の中で寝てたんですよ、はい、それで、まあ、10時半ぐらいまで1時間半ぐらいちょっと仮眠できるかなと思って、その日ちょっと寝てなかったんで、はい、あの目覚ましセットして寝てたら、はい、あの10時半に目覚ましをこうプチって止めて、はい、またそのまま爆睡してたみたいで、あそうなんですか、11時半ぐらいにムック店長が電話かかってきて、はい、松浦さん今どこですかって言われて、はい、あやべーと思って、はい、すいません今駐車場着いたとこですとかって言ってで慌てて入ってって、まだでも店舗の駐車場にいてよかったです、ね、そうなんですよ、はい、変なとこで寝てたら取り返しのつかないことになってたんですけど、それで慌てて30分で放送の準備して、はい、もうなんとかギリギリ間に合ったみたいな、ね、感じで、今までちなみにそういう寝坊とかあるんですか、じゃあ寝坊は、まあありますね、あるんですか放送放送が遅れちゃったとかっていうのはないです、ないんですか、はい、ないです大丈夫です、まあその時もね、まあ、かなり危うかったんですが、なんとかムック店長のおかげでなんとかギリギリセーフだったっていう感じ、はい、連絡でもなかったらやばかったですね、やばかったですね、はい、あれはやばかったですね、完全に放送遅れてたパターンですからねなんとか大丈夫でしたけどね、どうですかね、父親母親は強いよねってことでね、ああそうですね、嫁さんとインサー男を見るとやる気出るんでしょう、違いますまた2時間当たりなしって言われてますけどね、ミッキーさん、大変ですよ、やばいですよ、大丈夫ですか本当に、1時33分ですよもうこれ投資で考えるとゾッとするよね本当に、アマデジでね、これよかったですね、このまま行ったらもうミッキーえげつない罰ゲームになるで、いや本当にね、もう次が吉田くん登場天の地、天の地、天の地ですね、次はね、ミッキリさん完全に地下帝国送り強制労働施設送られる感じですけどね、ミキティの AV チャンネル配慮と、ね、言われてますね、いつもホールに落ちているコインや台に残ってる余りコインを拾い集めるおじさんを排除してください、ああそれはあれですね、まあ迷惑行為、そうですね、あればぜひ、ねはい、スタッフさんの方に、あのすぐ言っていただければと思いますね、そうですね、対応させていただきますので、はい、あのなんか不快なね、あの、はい、思いされることがありましたらすぐにスタッフさんの方に言っていただければと思いますね、はい、はい、見ました最後店長も打つって言ったよね、ドンキ飛行の横浜にも作ってくださいってことで、横浜は戸塚、平塚、横須賀、そうですね、相模原と、はい、横浜ではないですけどね、あの神奈川に、4店舗ありますんでね、はい、そうですね、横浜だったら横須賀が一番近くになるんで、
かね。そうなんですかね。はい。ぜひ、はい、まあお近くのね、神奈川。横須賀2店舗ありますんで、一応5店舗なんですかね。あ、そっかそっか。はい。パチンコ館、キコーナ横須賀、はい、パチンコ館、スロット館 と、はい。はい。2店舗にね、つい最近リニューアルオープンということで、ね。そうですね。6月5日ですかね、はい。リニューアルオープンしましたんで。いう感じでね、はい、なりましたんで、ぜひ遊びに、ね、来ていただければと思いますけどもね。はい。はい。俺もしかして、俺もしかして28歳大学中退するかもだけど、気候中酒パーで雇ってもらえますかってことで、もう、はい、気候中さんはね、まあ面接というか、はい、連絡いただければ、そうですね、選考が、ね、あると思いますけども、はい、酒パワーは、選考なしですんでね、ぜひ、誰でも OK ということで、連絡はい、もう採用決定という形になってますんで、松浦さんが休みたいだけと、そうそうそう、はい、はい、速攻電話、連絡いただければと思いますんで、はい、今すぐね、これ見てる、ゲストさんっていうね、ハンドルネームの方、今すぐ電話、ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。罰ゲームでミキティ購入確定だなって、本当にそうですね。松浦はガチホモ T シャツを絶対嫌だよね、そんなのね。ボディペイントでいいやって、ね、言われてますけどね。木村のふんどしとのび太のスクール水着も作成してください、嫌ですね。一気当選生きてる、死んでます。土曜日森口の木コーナー行ってきました。ほぼ台埋まってたから打ちたいやつ打てんかったということで、あまあ最後店長ね、もともと森口勤務されてたんで、はい、あそこのお店はやっぱりかなり日本一のね、経験、ね、多数のお客様もあったというお店なんでね、はい、なかなか、まあ、よくそういう声はいただいてたんですけども、あ打ちたい台が打てないという、はい、そうですね、まあそれぐらいね、かなり埋まってるなっていう、そうですよね、はい、超高稼働の、ね、お店として日本全国で有名な、ね、お店ですけどもね、まあ頑張ってね、台打ちたい台、また朝一来ていただいたら、そうですね、はい、打ちたい台取れるかもしれませんので ね、 そうですね、はい、ぜひ来ていただければと思いますね、はい、はい、でまあそれで打ちたい台が残念ながら取れなかった場合はね、はい、こちらの市場の当て店の方に、そうですね、はい、もうぜひ、はい、サクッと移動していただいて、そうですね、まあ、はい、車で20分30分あれば、そうですね、まず30分ぐらいですよね、はい、はい、そんなに遠くはないというか、まあエリアとしてはちょっと横のエリアという感じですね、そうですね、はい、遊びに来ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい、お願いします。あ、レイナは希少数です。見たことないということで、ミドルの方は少ないんですかね、導入がね。ですかね。はい。あっちゅう間にあと30分っていう、あ、本当にそうですね、はい、スロットリングは当たりが重そうな気がするんです。けどどうでしょうかということで、藤庄司さんはリングの続編とスロットのリングを同時発表したんでしたっけ、はい、あ発表した、はい、あ最後店長打たれましたか、打ちましたよ、お感想の、スロットの方感想どんな感じですか、スロットの方ですか、はい、僕も打っても本当にちょっとだけしか打てないんで、はい、まあまあ面白そうだな、面白そうだ、はい、あなるほど、映像も綺麗で、なるほど、はい、感じだったんですかね、はい、たこ焼き店長はスロットのリングとパチンコのリングの続編新作、はい、あ最後店長に一緒に行ったんで、あ一緒に行って、はい、僕はもうスロットの方、はい、のみ打ちました、パチンコ後ろに見てたんです、ああそうですか、はい、感想としてはどんな感じとかありますか、確か重そうですけど、はい、ツボにはまればやっぱ、ああなるほど、順序3枚でしたっけ、そうですね、結構高順序タイプということで、ね、そうですね、薬門で手がついてるんですけど、はい、その手が落ちてくるのがもう予測不可能っていうふうには、なるほど、はい、いつ落ちてくるかわからない、まあ、ただ落ちてきたら、ね、何やったっけ、自力解除ゾーンかボーナス、なるほど、ね、はい、面白そうでしたけどね、さあミキティさん、これ桃源の誓いで薬物来て来る、暑そう、暑そうですね、相当暑そうです、ですよね、これで来ないと近い息です、ね、え、おさあ両方ソスソス来たってね言われてますけど ね、 倒せるか、おハートホリュー、おハートホリュー来ましたね、クイーンズブレードも、さあ同時あたり来るか、やっぱ2時から男のグロンさんみたいな感じですね、なるほど来たよ来たよってね、来ちゃったよって言われてますがね、あーモーちゃん緑クイーンズブレード熱ってありますね、ハート保留、一気はえ外した
マジで甘いわって言われてますけど。こんなことありますか。めっちゃ光ってるんですよ。からの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 、お、あかん。マジで持ってないな。さすがミキティ、ミキティやね。いやー、ええ左もうさよならしようか、ハゲてしまえ。失礼だな。いやー、マジか、厳しいですね。覗きすぎる。あー、ブラジャー、片一歩なかった、ね、片一歩ブラジャーどうですかね。ミキティ一人罰ゲーム確定ってね言われてますけどね、はい、これが高尾だってね、近い行き決定って言われてますけどね。いやー、厳しい、厳しいですね。おー、来た、ね、お、あ、来ましたね。なにこれ、うわ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 、最後でちゃんと見てる、いやー、カットイン、はい、激アツですね。あ、これ全員集合みたいな、これ。そろそろ来そうな感じではありますけどね。あー、一応期待度は星3つですね。どうですかね。ブラジャー役もの上からカメラで映してるその考え方はなかった。中学生です ね、はい、ちょっと基本仕事終わったら中学生ですかね。そうですね、機会があればちょっと、じゃあ次ブラジャー役もの来そうだったらちょっと上からカメラで撮りましょうか、狙ってみますかね、はい。どうですかね。いや、ミキティの引きは松浦さん並みに放送事項ってね言われてますけど ね、いや、本当にそうですね。参りましたね。あー、見事。うん、うん、当たってます、勝ちですね。おめでとうございます。さあ、4回目、4-0 ですね。ですね、ちょっとハマりましたけどね。まあそれは340-350ぐらいですかね。はい、50ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、来ましたね。ミキティ涙拭けよ、ね、今日は日曜日だったのか。一気はアマでも500ハマるってね言われてますけどね、500どころか600ぐらいね、もう来てますね。来てますね、はい。一気当選はマックスですかって違います。違います、ね、はい。圧力みたいにちゃんと米読んだ方がいいよ。あ、どんどん読んでいきますね。当たってよ。役物完成後、上から胸覗いたら期待度が分かりますよ。あ、そうなんだ。へえ。あ、マジなんだ。移動だよ、移動。ミッキーが座る台は当たらないオカルトって完全にそうですね。ありがとうございます。はい、今福の店長はということで、今福店もね、まあ、はい、それなりに遠くないというか、そうですね、はい、近いお店になりますけどもね、はいはい、まあ、機会があればちょっとね出ていただいたりもできればなっていうところですね。放送できるか分かんなくなって、そうですね、ちょっと NG ワードを言えてるんで。ああ、そうですか。ね、あれ出てたじゃないですか、あの、いやいやいや、はい、ありましたけどね、はいはい、なかなか面白い店長と。そうですね、はい、もともとでも僕、あの、上司と部下関係ですかね。あ、どちらが、ね、サイトのオープンの時一緒だったんですよ。今福店の店長が上司、はい、で僕はその主任だったんです。なるほどなるほど、はい、で今は今福店の店長と、野崎店の店長という形になっているということですね。ブラの中見たら、はい、ブラの中見たら、はい、確か見ちゃダメみたいなコメント出るよね。そうなんだ。そうなんですか、すごいですね。どうなんですかね。あーね、しげるって言われてますが、どうなんですかね。まっちゃんが一番変わってるよ。関東版の方がおもろい。ありがとうございます。寝屋川南店は誰が店長になるか楽しみです。オープン記念配信よろーって言われてますがね。そうですね、まあこの辺もちょっとね、はい、いけると思います。はい、寝屋川の話をもう皆さん結構ネットでね情報出てるんで、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、一応ね、お店として公式にオープンしますよとか、何月にできますよとかっていうのを情報が出せるのが決まってるんで、はい、そういう段階になりましたらね、また告知させていただきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。私の当たりを返してください。今まで YouTube で見てましたが、初めてニコ生で見れましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、生で見ていただくのがね一番やっぱり面白いと思いますんで、そうですね、はい、ぜひね見ていただければと思います。はい、
ミキティの引きは松浦さん並みに放送事故、わけがわからないで初めて見たのがこの映像っていうのはちょっとかわいそうですね。ちょっとね、うん、大当たりが引けない、こういう人ばっかりなのかと思いますよね。おちょっと上の段行ってますよ。お下やん。あ、嘘です。あれ、上行ってたんですよ。何言ってるんですか。下やん、行ってないやん。全然一番下じゃないですか、本当に。わけがわからないよって言われてますね。ちなみに俺の最寄り駅はお花畑ケーキ。意味がわかんない。ナナシーのリーチ音を聞くためにクリーンズブレード打ってますということで、あ、ナナシー、ナナシー、ナナシーのパクリ、ナナシーモード。え、ナナシーって豊丸でしたっけ、だったような感じですけど、ナナシーのパクリとかあるんだ、ね、すいません、ちょっと俺よくわかんないですけどね。潜伏期待度がアップ、起こしてもらったんだよね。そうなんですよ、あの日はグダグダだったの。始まって地上縄手住んでるんでいつか行きますねってことで、いつかと言わずに明日来てください。よろしくお願いします。ぜひお願いします。ぜひ来てください。よろしくお願いいたします。寝る寝る寝るね。放送会で2時間遅刻だっけということで、そうですね、あの放送ではないんですけど、はい、生駒さんの本社にちょっとね行かないといけない用事の日に、はい、私、2時間遅刻させていただいたことが、おーすげえ、これはパンチ効いてますね、はい、ありましたんでね、はい、なかなかのレジェンドを作ってますね。そうですね、もう二度とやらないというね、あの心にあの刻みましたんでね、申し訳ございません。ウェスキアの件で賞をくれたのはそうなんですよ。富田はねマネージャーと会う予定があったんですけど、あ、そうなんですか、はい、本当にね遅れるってなりましたね。こんばんは、今千葉結婚式から兵庫に帰宅しました、おかえりなさい。左の録画は消してください。自分的に1等星の方が好きっていう方もねいらっしゃいますね。あの機種的にはね、はい、今日化け物語で格演中100回ハマって4つの保留内で特格2回引いて全然嬉しくなかったわ、うん、いやなかなか辛いね展開だったんですかね、はい。キコーナとキッコーマンって似てるよね。似てないですね、はい、キコーナコートジボワールにも作ってください。作りますよ。キコーナスリランカ店も作ってください。酒パワー給料いくらってことで、酒パワーね超給料良くて、俺みたいにほらジャガー乗れるぐらいね超給料いいんで、ぜひ来てください。エスカの部下だったんだよねってことでね、西郷店長はね森口、はい、あ、そうですよ、ですね、はい、はい。聞こうのはボスニアヘルツェゴビナ店はまだですか。まだですね。打ちたい台がないときは店員の顔を右打ちしてもいいですか。やめてくださいね。それはやめてください。面白いけどね、はい、コメントとしてはねよくできたコメントだなって感じですけど、はい、やめてくださいね。暴力は反対ですからね。最後の彼女ってどんな人なんて言われてるんですか、はい、どんな人なんですか。ちょっと今イラストに描いてみたら、ね、イラスト描けないでしょ。雰囲気可愛い系美人系どっちでしょうね。背が高い背が低い。背は164ぐらいあるんで、結構高い、高い、結構大きいです、高いですね、はい、いう感じですか。はい、そうです。美人系、まあ、はい、可愛い系、まあどっちかといったら美人系になるんですかね、はい、どちらかというと美人系ということだ、はいはい、なんか似てる芸能人とかいないんですか。まあ、雰囲気でも、雰囲気、はい、誰でしょうね。こればっかり、あんま分かってない、ね、あんまり分かってない。金色どうなんですかねっていうことらしいですけどね。日本一の台数があるパチはどこなんでしょうねってことで、日本一の台数はどうなんですかね。名古屋に最近バカでかいのができたっていうね話を、なんか2000なんだよね、2400でしたっけ、なんか2100でしたっけ、2100でしたっけ、はい、なんかねすごいのがねできたっていう話ですけどね。当たってますね。おめでとうございます。できましたね、5回目大当たりということで、必死にねブラジャー上から覗いてますけどね。映せなかったですね。ああそうですか、何もなかったということで。何もなかったです。残念ですね。まあ目を細めたら多分見えると思うんで心の目で見ようみたいな、ね、はい、感じですかね。息来たかって言われてますが来てないですね。松浦さん連続勤務お疲れ様です。ありがとうございます。恐怖新聞打ちたい打ってくださいね、ぜひね。チャンス来た来た、遠縁だわっていうが見事に外れましたね。諸田って言われてますが外れましたね。ロッチの中岡に声似てるって、ただ遠縁結構寒いんだよな。そうですね、AKB と高田って導入被るんかなってことで、高田組の新作今用意されてるんですか。俺全然知らなかったんですけど、だから聞いてないですね。聞いてない、ね、ちょっと分かんないですね、はい。一気来たでやっと当たったって言われますが当たらなかったという感じですね。さすがに来るやろって言われますよね。おっとミキティさん、人のブラジャー上から覗く暇あったら頑張って当ててくださいね本当にね、はい。
パチのリング10日ボーダー 16.7 って今まで富士の技術会に残ってたらガン締めなんやろうなって。どうなんですかね。うん、微妙ですな。パッチスローリングはって言われてますね。クイーンズブレードは無理だわ、一気無理だわ、寒いってね言われてます。さすがミキティ、左もうさよならしようか、ハゲてしまえ誰って言われてますね。ミキティ一人罰ゲーム確定、うん、マックスじゃなくてもこの挙動、これが高尾だってね言われてます。すごいな。そうですね、すごいですね。ソステン長だけ映していいよ、これって二台打ちの意味って点点点って言われてますけどね。全然いいとこ映ってないですよね。そうですね。こんばんは、左はマックスタイプですよね。松浦さんテロップ間違えてますよって言われてますけどね。いやー、よくは最低限カウンじゃないときついよって言われてますね。それ外すか、こっち打ってみる。僕一気打とうか。え、いいんですか、はい、おっと急遽チェンジということで。申し訳ないじゃないですか。当ててくださいね。いえいえ、じゃあね、はい、当てます、はい、そうですね、ぜひ店長の引きの強さを。1時51分なんですけど、ね、9分で当てますからね、はい、はい、お願いしますね、はい。むしろブラジャー映せよ、庄司呼んできたら当たるわ、最後に変わって何を見たいんだよってね言われてますけどね。勝ったって言われてますけどね。松浦さんの目押しイクオールミキティの引き、これくらいのひどさ、失礼な話ですよね。そうですよね、はい、ですよ。ミキティのホームページ、あー、ヒットポイントはゼロなのよで打ち手交換しようって言われましたね。今一応たこ焼き店長が、一気当選2、はい、ミキティが、クイーンズブレード、はい、打ってるという感じですね。罰ゲームはブラジルから中継ということで、あーちょっとね、まあ、ここまでさすがに引けないとね、ちょっと海外にぶっ飛ばされるとか、 それぐらいしてもらわないとね、はい、皆さん納得しない感じかもしれないですけどね。そうですね、はい、即刻さんじゃん、なんだかんだでたこ焼き店長も言うほど引けてないって言われてますけどね。まあ今5回なんでね、はい、どうですかね。確かに引いてないですよね。そうですね、引いてるふりだけはしてましたから。まあまあミキティさんがねあまりにもひどいんでね、はい、すみません、そんなにぼやけてる感じですけどね。どうですかね、ミキティ台開けて壊れてないか確認した方がいいんじゃないって言われてますけどね。左が無謀すぎるから右が当たってるように見える不思議ってね言われてますけどね。松浦遠隔だろうということで、違いますよ、え、遠隔してるんですかってことで、ねえよこの野郎ということでね、ありがとうございます。ダメよダメダメって原因にはまってます。小当たり今日も2時ですかってことでね、本日も2時まで一応予定させていただきますけど、はい、最近ね、はい、まあ2時って言っても7日まで2時半ぐらいまでね、まあ、罰ゲームとか ねやらせていただいてますね、はい、2部構成になってますからね、はいはい、最後までねお付き合いいただければと思います。そうですね、はい。ミキティ多分当たりなくて小当たりで終わりだろうなって言われてますからね。どうですかね、値上がの告知待ってるよってことでね、ぜひご期待ください。はい、小当たりの方が確率高いんだけどね、たそこれが青色なのに期待できるわけないってね言われてますね。わけがわからないよ、ミキティ時間返せって言われてますね。したやんけ。7L モードがまんま 7C のパクリなんて、あ、そうなんだ、これがプラス収支の反逆だって、花畑ケーキってあるんだよ。でも約束って破るためにあるんだよ、だから2時間以上遅刻してもいいよ、よくないだろう、そんなね。きっこうなんてありがとうございます。年収8000万だっけ松浦さんって、全然違いますね。すごいっすね。違いますよ。年収2000万だもんねって、8000万の後にね2000万だですよって訂正されると、はい、何人かが信じるからやめてもらっていいですか本当にね。なわけないですからね。でもジャガーはここ専業になる前に持ってたんでしょうってことで、まあ、鈴木のジャガーであれば持ってましたけどね、はい。ミキティここで当たったらワンチャンって言われますが完全に外しましたね。エンデックの収入は完全出来高制というよくご存知ですね、はい、愛してるって。彼女は愛してますか。僕ですか、はい、あ、もちろん、わ、はいはい、もちろん愛してると、はい、いやー羨ましいですね本当にね。サエコの彼女は、はい、キャンドル純っぽいって、キャンドル純って広末涼子の旦那じゃん、おっさんでしょ、男じゃん男じゃん。脱税松浦さん税務署に垂れ込みました、やめてください。お金が全てじゃないんだよね、プライスレスって。まあそうですね、来たってミキティいつ当たるんだ。松浦さんフライデーに乗ってなかったって、乗ってないですよ。ミキティが画面吸ってた、ミキティもう上からのアングルでいいよ、ミキティの当たりを待ってるんだよってねいうことで、ミキティがあまりにも当たらないんで、ついにしびれを切らしてね台を交代という形になりましたね、はいはいはい、禁断の打ち手交代という、ね、打ち手交換という、ね、はい、感じですけどね。今までこの日曜日の放送やったことないですけど、なるほど、初めてね、はいはい、もうチーム関係なくとにかく当たりを狙おうという、ね、そうですね、狙おうですね、見せれないのはね、
ちょっと今後の配信に響くかなと。そうですね、はい、ちゃんと画面拭いといてって言われますね。そうですね、触ったところね、はい。高田はダサく、高田検定通ってたよ。あ、そうなんだ。高田4は夏かなってね言われてますけどね。そうなんだ。ミキオ、もうキコちゃんで一気当選打たないでくださいって言われてますよね。はい。優しいミッキー T、ハッカーブラ一気飲み、一気つらいなーって、ブラ上から見たいだけやろ。これすぐ落ちたらミッキー分かってるなーって言われますがね、今、落ちた？あ、落ちてるかもしれないね。どうなんですかね。あっ、あっ、あっ、ブラジャー焼くもの、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。6回目の大当たりですね。そっちも当たらない方がなんか美味しかったですけどね。ねえ、こっちに来て当てちゃってみたいなね。あーあーって感じですけどね。逆になんか中途半端やな。ちょっとねこれはね、いやもうコメントしづらい。はいって言われてますけどね。はい、それははいってなるよね。お、ミキティ5回当ててるじゃんってね言われてますけどね。そうなんですよ、そうっすね、そうっすね、できたかこれ、また黄昏かよってね。ちょっと、ほんまこれ辛いな。厳しいですね。厳しい。黄昏のね、色も今度も黄昏かって、ね、ジャガー買ったらジャガー横田ついてきましたか。ついてきません。ミキティの呪いだな。この辺り300分の1くらいだっけって言われてますよね。どうなんですかね。みんな映像関係は激務発給のところが多いんだぜということで、まあエンデックはね例外ということで、ぜひね来てください。広末ってさ、確か浮気してなかった。いや、わかんないですね。結婚してね、懐かしい。ミキティ ST スルー、ミキティが打ち出したら通常かよってねいうことですが、一応でも当たりましたね今ね。そうですね、はい。ミキティ頑張れ、駆け抜けた、ミキティすごい連打ってね。サイコ店長、結婚発表はぜひキコちゃんでって言われてますね。まあもし結婚されるね、ことがあれば、その機会があれば、はい、はい。梅北のね、極悪店長白石店長も、はい、実はこの度結婚しましたみたいなね。そうですね、はい、気候のチャンネルで発表されて、座談会の時にやってましたね。はい、ありましたんでね。たこ焼き店長すみません、若干頭がかぶってるんで反対側に。そうですね、あ、そんな感じで申し訳ございません。よろしくお願いします。いつもの癖で、はい。パチスロの日が誕生日なんで気候なで雇ってください。どういう意味なのかちょっと脈絡がなさすぎてわかんないですけど。パチスロの日って8月6日でしたっけ。8月4日でしたっけ。はい、なんかね、日電協が制定して日本記念日協会に登録したというパチスロの日がね、はいはい、4日か6日かあるんで、はい、ね、まあ、なんかあのイベントみたいなことはねやっちゃダメですっていうか、できませんっていうふうに決まってるんでね、はい、勘違いとかをされると困るんですけども、まあ、あの日本記念日協会というところにねパチスロの日というふうに登録されてますんで、そうですね、はい、ぜひね、まあ、遊びに来ていただければという感じですかね。誕生日なんで気候なんて雇ってくださいっていう意味は、あ、それで18歳になるから雇ってもらえますかっていうことなんですかね。ですかね。あ、どういうことなんですかね、ちょっとよくわかんないですけどね。高橋名人並みの連打してたからということでね、ミキティさんの連打早かったですけどね。ありがとうございます、はい。春日が気になるということで、春日は三強さんの信頼でしたかね、はい、鈴宮春日の憂鬱 す,、ね、はい、すごい人気みたいですね。あれコンテンツはねかなり人気が高いという噂ですけどもね、噂というかあのコンテンツはかなり人気があるんですけどね、騎手、はい、ね、がどうかなというところですけどね。うちの副主任の子がね、はい、の好きなんですよ。ああ、そうですか、はい。僕全部そのパンフレットとか持ってからいられてたんです。ああ、そうですか。中村丼ですか。いや、松本丼。松本丼ですか。松本丼が、うちどんちゃんがおるんで。へえ。あと前田丼っていうのもいるんですよ。あ、3人どんちゃんが揃ってるんですか、はい、そうですね。へえ、まあ、今度ね、お披露目できたらいい。そうですね、ぜひね。野崎なんだよね、どんちゃんシリーズ、はい、どんちゃん3人連の、はい、はい、出ていただければと思いますね。引き戻しって眠くなってきましたよ、どうにかしてくださいということで、いや本当にそうですけど、ミッキーまたこれ駆け抜けちゃいましたね。はい、すごいですね。春日導入したら打ってってことで、そうですね、あれもライトミドルでしたかね。いや、スペック何種類かあるんでしたっけ。いや、マックスだけですね。マックス250分の1ぐらいじゃないですか。ミドルぐらいですかね、はい。あ、ミドルな結局なんか
ローミドルぐらいですよね。なんかライトミドルとちょうどなんか間ぐらい、間ぐらいですかね、っていう感じですかね。まあじゃあね、この番組の趣旨には合ってるという形なんで、はい、でね、まあで、ね、じゃあ導入されればね、もし導入されれば、まあ、ぜひね、はい、ご紹介できればという感じですかね。打ち手は選ばないとまたどえらいことになりますよね。なるほど、ミキティはもう多分ないということで、そうですね、はい、当面ちょっと師匠の宛て神社に行ってもらう、ね、そうですね、ちょっと悪霊を退散するまでは放送出ていただくのは禁止という感じかもしれないですけどね。確変だからでかい顔すんなよってね言われてますけどね。一気の当たり見たかったなって引き戻した。佐藤健とイチャコラしてたよね、広瀬と。あ、そうなんだ、当たらなかったことにしよう。松浦さんの離婚もキコちゃんで頼みますってね、よく言うよね、本当にね。来年放送機器業界に就職するけど、タバコ吸うやつは社長にボロ雑巾のように扱われるってさ、ってことで、まあそれはどうなんですかね、会社によるような気がしますけどね。放送機器業界なんですかね。まあ、エンデックね、本当にいつでも募集してますんで、ぜひ本当にあの俺の休みを、そうですね、はい、担当していただける方ぜひいらっしゃいましたら、はい、よろしくお願いします。ちょっと最後店長、これハンドル変わってもらっていい？ハンドルですか、うん、ちょっと、はい、ちょっとこれ打ってもらっていい？はい、ちょっと行くとこ見つけたから、行くとこ見つけた。あ、なるほど、はい、お花をねちょっと摘みに行くということで、そうです、はい、なるほど。すいません、マイク切りますか？マイクは、あ、ちょっと話しとき、あ、切りますよ、こっちで。なんか変な音やめてくださいよ。そうそうそう、切りますね。はい、はい、ということで大丈夫ですかね。なんかね、変なね、水が流れる音がすると ね、はい、大変なんで一応切っておきましたけどね。詳しい音がめなしのエンデックへぜひ。そうですね、たこ焼き店長あと2分で当ててくださいと出ますが、残念ながらもう2分過ぎて今2時2分ということで厳しいですね。キコーナはホワイトですかということで、もうキコーナはね、あの本当マジレスするとかなり福利厚生とかもしっかりしてるし、そうですね、はい、週休ね2日ということで、パチンコさんの仕事だとかなり激務っていうイメージもあるんですけど、そうですね、休みもちゃんとありますから ね、はい、エンデックなんかよりもよっぽどホワイトということでね、本当そうですよ、なってますんでね。はい、まあ会社としてかなりやっぱり大きいんで、その辺はかなりしっかりしてるって感じですかね。ぜひ興味ある方はね、キコーナさんに、そうですね、はい、ご連絡いただければというふうに思いますね。はい、一気頑張れ、春日の声はナナエルの声と同じですよね。あ、そうなんだ、もう一気やめよう、一気って大当たりあるの。何言われても本当にもうすいませんとしか言いようがないけどね、はい、本当にね、どんぶりさん兄弟、ごめんなさい、ブラックは点々点感覚通ってたけど、春日オタが西宮北口に住みたくて感覚受けたとか言うてて聞いた。ああ、そうなんだ、春日は AKB とゴレンジャーのスペックだから、演出良ければ神台になれる。そうなんですね。そういえばファン感謝デーのくじって当たりあるのってことで、ありますよ、ファン感のテレビもらった人とか周りにいない？いや、いや、ね、いらっしゃいますよね。いますいます、はい、絶対いますよ。俺の周りも結構なんかすごいいい、なんだっけ、電子ジャーもらいましたとか、DVD レコーダーもらいましたとかね、結構いう人、はい、結構周りにいっぱいいて羨ましいなとかって感じなんですけどね。当たり前ですけどね、当たりちゃんと入ってますんで。入ってます入ってます、はい、ファン館は年に1回でしたっけ、全国のファン館と、はい、あと大遊興大阪府遊戯協協同組合のファン感謝デーっていう ね、はい、2回か、年に2回あるんでしたかね、ありますんで、ぜひねお近くのお店に遊んでいただければと思いますね。高速連打また始まった。一気どれくらいハマってるのってことで、カウンター上は700ぐらいハマってる感じですね。そうですね、よし罰ゲームしようか、神社行っても無理じゃないのってことでね。そうですね、ミキティは地下帝国行き、はい、2時か早い、落ちちゃった、神社行っても無理なんじゃないの、ミキティさん罰ゲーム一人勝ちってね言われてますね、はい、急に当たり始めるぞ、スイッチ押しに行ったぞって言われてますけどね、どうですかね。1台目は600くらいか、一気回転数いくつだよってことでね、厳しいですね。ミキティは体の一部分を犠牲にしないと引きが普通にならないよということで、どういうことなんですかね、開示ですかね、これね、自分人数と時間が確保できればブラックじゃなくなると思うけど、どうなんだろう、エンデックということで、まあそうですね、今でもブラックじゃないですけどね。
はい、無理がある。ああそうですかね、犬押しに行ったぞ、ピッチャービビってる、へーへーへーって言われてますね。今日の先輩はミキティだよね。そうですね、もう終わって罰ゲーム行こうよ。いやいや、まだこれ大当たり確率8192分の1くらいかなってことで、ミリオンゴッド、そんな気がしますよ、ミリオンゴッド状態じゃねえのって言われてますけどね。最後店長ここで当てたらガッケースって言われてますけどね、はい、当ててくださいね、任せてくださいよ、はい、一気好きだけど雨でここまで当たらないときついって。そうですね、森口のバッツのねるねるねるねは楽しみだわ。今の時期に DVD レコーダーって在庫処分やんかって。いやだから前ですよ、今だったらね、ブルーレイレコーダーとかね、はい、当たり前ですけど、あれってちゃんとあの百貨店さんがね、代理店で入って、はい、最新のねいい商品をダブルチャンス賞でね用意していただいてるんで、すごいねいい商品当たりますね。またファン感のね時期になりましたら、そうですね、ぜひね9時引きに来ていただければと思いますけどね。はい、はい、ぜひとも。たこ焼き店長大丈夫ですかね。はい、おゼブラ、プラチナゼブラ来ましたね今ね。はい、これは激アツになって来ますまさかの、ついに当たった、ようやくやってチョコ見てるみたいな。一気当選ほんま当たらんよね。ファン感でベビースター当たったよ。それみんなもらいやすい。9時で当たったら運持ってかれるやん。ゴッド確率終わっていいよ。サイコあなたサイコっていうのね。そうですね、トットロッカー東京から見てます、ありがとうございます。ありがとうございます。そっちかよ、なんか森口並みに当たり引けないなね。え森口、まあ、森口マックスですからね。マックスですかね。さあハンコ、熱ハンコ、熱ハンコ、一応全部揃ってる感じですか今のところ、うん、そうですね、はい、これ外したら、はい、ね、市場の当てコンビ、はい、解散やな。いや閉店ですねこれね、市場の当てて、まあもう放送で解散放送、ベキティはもう、はい、モスクワ行ってもらいますんで、モスクワに移動ということで、はい、モスクワ支部ね。そうですね、さあこれ一気これなら当たるわってね言われてますけどね。これは行ったでしょ、さすがに来たやろってね言われてますけどね。おー、 おめでとうございます。いやーかっこいいっすね。600分の1ぐらい、いやー最高店長見事大当たりゲットってことで、やっと当たりましたね。おめでとうございます。おーイエティさすが来たってね言われてますね。レインボーだろう、これ外したら俺脱ぐわって言っておりますけどね。見事当たりましたね。待って油断するな高尾だからって言われてますが、シュワー出てね来て脱いでほしいですね。見事大当たりですね。やめてくださいよ。おめでとうございます。モスクワで親父の家業を継ぎなって言われてますけどね。モスクワっすね、はい、店長ボタンを押したおかげだねって言われてますけどね。おめでとうございます。最後最初から打てよってね言われてますね、はい、ミキティもうモヒカンにしよう。そうですね。はい、こんなにボインの姉ちゃん出てきてるんだから当たるだろうってね。さっきから出まくってるけど当たらなかったということでね、はい、最後ってね言われてますね。最まくれないけどなって、本当に当たりまだ分からんぞって言われてますね。アタッカー開いてますね、ちゃんと、はい、一応開いてるね、問題ないということでね、はい、最後店長さすが、人のね、結局美味しいとこしか持っていかない。いや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 、まあでもそういうね、星の元に生まれた人もいますよね。そうそうそうですよ、はい、はい、なんか美味しいところがこう、まあ、巡ってくるっていう人はね、確かにいますんでね、はい、それに伴いこの右のカメラねえ、また長く通常に戻ってしまってるんです。そうなんですよ、一回ね引き戻しで一回当てたんですけどね、はい、はい、そうなんですけどね。どうなんですかね、声に覇気がないよね。ST に入るかどうかですよね、ここからは、はい、そうですね、ここが、はい、V チャレゲットというところですが、いけるね、どうですかね。おっとこれ好きで起きろモーちゃん、終わろうかってね言われてますが、一応どうしますかね。 ST 入るかどうかだけ、そうですね、そこだけ見ますか。なかんか、おっと、めっちゃ足長いお姉ちゃんね。すごいスタイルですね。スタイルよ、負け、終わった、負けっぽいですね。マジか、ミキティに主張性が見える。あ、間違いないですね、間違いないですね、はい、そこはモーちゃんやばいかなってなりますよね。モーちゃんかモータちゃんかってね言われてますけど、あー終わってしまいましたね。
700ハマって単発って、ね、言われてますね。クオリティ高いやーんって言われてますけどね。終わったって言われてますね。俺の2時間返せよ。見よ、これが世界の高尾だ。高尾らしい演出ってね。高尾のせいなのかね、ミキティのせいなのかよくわからない感じですけどね。そうですね、どっちかわからないんで、そこはね、はい、クイーンズブレードが熱いって言われますね。そうですね、若干熱い感じですが、うさいおっさん出てきたってね言われてました。チャンスタイム突入ですね。最後店長くっそーって言われてますね。神戸 の、はい、の店長の名台詞ですけどもね。高尾クオリティって言われてますね。森店長、あ、森店長言いますね。そうですね、くっそーってね言うんですけどね。アムロのものまねよく してるんですか。そうなんですよ、アムロ店長なんですよね、本当にね。結構ね、話すすりますからね、はいはい、引き戻そうってね言われてますからね。どうですかね、はい、厳しいか。野崎の勝ちですねということで6対1ぐらいですか。そうですね、ちょうど6勝です。見事6対1なんですが、どうしますかね、はい、一応2時もう11分にはなってるんですが、チャンスタイムぐらいはいきますか。そうか、30、はい、残り30回転ですね。あ、これチャンスタイム中水着になるんですね。ですね、チャンスタイム中だけでだったっけ、水着になるの。そんなない時も通常でも、はい、通常でもなんかありましたよね、はい、そこだけえらい食いついたね今ね。チェック済みということでね、結構食い気味で言われたんで、ね、ちょっと今びっくりしてしまった。かなり来ま すぐ来ましたけどね。、はい、いやこれめっちゃ良くないですか。もうなんかすごいっすよね、エロい。それだと当たり引いてほしかったなって。あ、どうもすいません。だよ、今日もポロリなしかよってね言われてますけど、ね、でもこの後ミキティがポロリすると思う。なるほど、はい、もうねダメですよ、謝罪事故ですよ。謝罪ポロリということで、はい、リアル一期当選してくれると思う。ああ、なるほど、はい、実写版一期当選ということで期待できますね。それはね、本物の近い気になるじゃないですか、はい、ミキティ何だったんだよ。明日多分朝8時半ぐらいに電話かかってきて、はい、もうどういうことやら説明してくれってなる、ね、じゃあそうですね、川越くん気コーナーモスクワ店に移動になる可能性が高いというね。そう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 、危険な配信になってしまいましたけどね今日はね。ミキティがポロリしたら日曜放送終わるねってことで。そうですね、本当そうですね、伝説の番組になるかもしれない、ね、完全にね終わりますね。おくらいミキティ喋らんでええわもうってね言われてますけどね。失礼な、まだミキティの一発ギャグで逆転できるはずってほら言われてますよ。本当にありがたいファンですね。ありがとうございます、ね、じゃあ即席一発ネタやってもらいましょうね。あの爆笑鉄板ネタでねやったらみんなが許すって言ってる、ね、罰ゲームとは別なんでね。ねえ、うん、ミキティなら当たりすら引けてないってね言われてますね。どうですかね、まっちゃん今日も可愛かったです。クッソ、これが野崎縄手コンビだ。言われてますね、はい、チャンスタイムじゃなくても水着着る水着になるよってことだよ ね。 あ、 そうですね、ありがとうございます、うん、放送事故をどうせなら伝説残そうぜ。ポロリ待機。そうね、モスクワ行きになるんやったらもうね、ポロリして、はい、モスクワ行くのがいいんじゃねっていうことでね、男だらけの水着大会みたいな感じで、はい、言われてますけどね。いや、鬱陶しいですねそれ。どうですかね、ミキティの伝説期待、期待できそうって言われてますけどね。ああ、まだこれか。また小当たりですか ね、はい、ね、そうですね、合体するか。え、ポロリあるということで、ポロリに反応してる人がいい非常にいるんですけどね。モスクワでポロリ。ありがとうございます。ワンスローですね、またね。あ、なかなか厳しいですね。そうですね、ミキティだけ水着大会する。一人だけなぜか水着で配信するみたいな。嫌ですよ、はい、ミキティにすく水でじゃ、ね、言われますよね。寝ます、お疲れ様でした、さらばということでね。あ、まあね、もう2時14分ということで罰ゲームいきますか。もう行きましょうか、はい、最後店長一応これ時短終了でした。もう終わります。終わります。あと4回転、ね、あと4回転ということで、はい、じゃあ一応それだけ見てバンスローはもういいですか。もういいっすね。いいですかね、うん、はい、じゃあさあ残り1回転ということで、あ、終わりましたね。終わりということで、残念ながら引き戻しなしということで、はい、終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
れ様でした、まあ、散々たる結果って感じですね。もういやいや参りました、びっくりしましたね。やっちゃいましたね今日も。もう自分にびっくりしちゃいました。自分でびっくりしちゃいましたってね。まあ、なんかなんか ね、なんだかな言わなかもなんだかなって感じですけども、感想じゃあ軽くたこ焼き店長クイーンズブレード、はい、どうでしたか。そうですね、まあのっけが良かったんで ね最初のスタートダッシュ、はい、そこそこいい感じだったんですけども ね、あんなプライベートでも怒ってくれたらいいかなってちょっと思ったりしたんですけど、はい、まあ、やっぱりその意気投合もそうですけど高尾の荒波に今日は負けてしまったので、ね、うん、はい、なるほど、はい、ちょっと翻弄された感じはね、そうですね、あったかなっていう感じですけどもね、一気当選で当たりを引いたのは結局最高店長ということで、はい、はい、まあどうですかね、残念ながら ST には入らずっていう感じだったんですけど、すね、まあ、はい、あれですね、最高店長のコメントというよりはもうあれですよね、ミキティさんが全て悪いと、そうですね、言うしかないですよね、はい、今日はね、もうね、はい、っていう感じで、どうですか、スーパージャンピング土下座ぐらい、ね、そうですね、はい、800近くはめてしまったミキティさん、一応感想伺っていきますかね、一気、あ、でも一気は、はい、やっぱ面白いですよね。まあそうですね、焼くものも派手でね。そうなんですよ、ね、全然飽きないんですよ ね、あれ言いたいですよね、もうぜひしよう。説得力ないから。面白いそれ、どうもすいませんでした。面白い、面白い、ね、面白いよねみたいな、ね、感じですよね、うん、はい、来週は自分で当たり引こうねって、ね、言われてますけどね、はい、はい、ね、とりあえずネクタイから外そうかってね。社員でね、はい、今からポロリしていくから、はい、面白いですねって700はめたやつが有効メントってね言われてますけど、物はいいよって言われてますけどね、ありがとうございます、はい、1分の49ぐらいじゃないと当たらないんじゃないって言われてますけどね。確かにね、間違いない感じですけどね、はい、バカボンでも はまりそうだよ ね、そうですね、え、800はめたのは誰でしたっけ、あれ800、はい、あれ斎藤じゃないですか、あ、斎藤でしたっけ、あ、そっかそっか、斎藤だ、リオかなんかで、ね、あれですね、サンシャインさんだったかな、斎藤でね、サンシャインさんがハレさんっていうね方が、あ、ハレ君ね、800はまりアマデジで、はい、はい、800ハマリっていうね、いやー、キコーナチャンネル恐ろしいね番組になってますけどもね、それにつくぐらいの記録ですよあれは、いやー本当にね、素晴らしい記録ということで、はい、ということでじゃあね今日は、はい、まあもう今日は本当ミキティさん一人でねやっていただくということで、まあ、もうそれはね、はい、あ、やべ、何ですか、何ですか、それ、いや、すいません、今日はね、お疲れということでね、美味しいアイスクリームをね、はい、アイスクリームを本日はご用意させていただいたんで、ちょっとすみません、俺傾けてたんでちょっと若干溶けて若干倒れてるんですけど、まあ、大丈夫かな、めっちゃ美味しそう、はい、え、何なんですかこれ、全然、これいちごソースがねたっぷりかかったアイスクリームを本日は、めっちゃうまそうやん、はい、カメラにちょっと見せたら、めっちゃうまそう、え、ミキリさん普通に美味しそうですよ、甘いの好きですか、めちゃくちゃうまそう、あんまり好きじゃないですけど、でも全然いちごソース好きですか、いちごソース好きですよね、ミキリさん好きです、好き、いちごソース好きですか、はい、そうっすね、そうっすね、いちごソース好き、そうっすね、いちごソース普通、いちごソース好き、はい、あ、好き、最後店長普通にカメラ映んないところで普通に食べるのやめてもらっていいですか、めっちゃ美味しいなんですよ、普通に美味しいですか、はい、いや、あかんやつ、あなた罰ゲームなんだから、僕も当てたからちょっとちょっとすいません、ね、味の違いをね、この美味しい、普通を食べて美味しい、いちごソース美味しい、うまいうまい、いちごソース全然普通においしいです、ね、おいしい、あ、じゃあちょっといちごソースね追加ということで、ちょっと、はい、へこましてきます、あ、そうですね、はい、いちごソース、ミキティさんやっぱりいちごソースが大好きということなんでね、はい、あーあー、ファック、お父さんちょっと入れすぎですって、入れすぎですって、はい、膨張率120%、やっぱりいちごソース好きだったらねこれぐらい入れないとってことで、うわ、いや、うわ、うわ、あ、垂れる垂れる垂れる、はい、あ、カメラに、カメラ見せて、垂れる垂れる、あ、もうあのお茶漬けぐらいの感じで、うわーってそうそう、いただきますって、はい、いやー分かりますか、すごいんですよ、これ、いやー中がやばいね、本当にね、うわー、これ本当ですか、はい、本当です、これそれブワーいかなかんね、長谷園の CM ぐらい、長谷園、長谷園の CM ぐらい、長谷園 CM、はい、グロ注意じゃねーか、明日ぐらいこう来るかもしれない、オファーが、はい、うわ、マジですか、案外うまいかもってほら言われてるんでね、はい、うまそうってほら飲み放題で、そうに食べてな、はい、中谷のやつみたいに
長谷園みたいね、はい、長谷園こだわりますね、はいちご、うん、ソースいちごとは言ってないって、そうや、はい、いやいちごソースね大好きなんで、あじゃあ、はい、普通にいただきます、はい、お願いしま す, しします、はい、あーっ辛いいいダッシュしましたね、早かったな、ね、ドログバより早かった、いやードログバ並みの、うん、早かったです ね, ねいやさすが元日本代表ねえ、はい、あなんか何の声やねなんかちょろちょろちょろっていう水の音とやーっていうね声してますけどね、まあ、痛い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 いやー彼には素質がありますねってね言われてますよね、まあまあ今後のね、はい、ミキティには期待してほしいな、はい、そうですね、そうですね、はい、うん、まあ、あんな荒削りですけども、はい、そうですね、はい、まだまだこう変化やげる方だと思う、いいキャラクターなんじゃないかなと思いますよ ね, で、サイコデンジャーの罰ゲームは何、何ですか罰ゲーム、うん、え僕当てましたよ、言ってもえ一応チーム戦ですよね、でもね野崎 VS 縄手ってことなんで、罰ゲーム何がいいかな、最後見せましたけどね僕、あ必死に今 ね, ね、あの道場、まあ、道場を買おうと、さっきのいちごソースだいぶ余ってると思う、まだまだだいぶ余ってる、あのそこ の, そこの方に甘いの残ってる、めっちゃうまい、食いたいですねあれ、えあのそこ の, 方 の, そこのやつの方が美味しそうやと思う、ね、あそうですか、ね、食べますかじゃあはい、だからミキティがどこに持っていったか、そうですね、ミキティさん大丈夫、すぐ戻りますなんか変なキャラクターちょっとモスクワ戻りのなんかね、あの何帰国子女みたいな感じだった、変なの変なもん食べて変なキャラクターになってますけどなんか、ね、いや別に戻ってこんでもいいよ、持って戻ってきましたね、持ってきたらそれ俺食べなあかんからさすぐ戻りますわらわら、すごいっすよ、別にやりたくないならいいんだよ、やりたくないならって言われてますけど、はい、まあそのフリーね、はい、どうなんですか、 やるすごいっすよ、やるあのマクドナルドみたいにこうシェイクにして、あシェイク、ね、ストローでチューってやった方が、あストロベリーシェイクね、そうそうそう、そういう感覚で飲んだ、そうですね、デスソースのおかわりいる、はい、おかわりいる、だいぶ持ってなかった、ちょっとおかわり入れます、こっちにカメラに見えるように やってもらっていいですかね、はい、えいちごソースおかわり入れるんですか、マジですか、絶賛発売中です、いやそう CM じゃないからCM じゃないから、飯食ったか言うて、あのあるやん、はい、ってやん CM、あと3歩ずつちょっと下がっていただいてもよろしいですかね、はい、はい、そんな感じで、はい、え、いや、いらんの、いやもうああちょっとミキティさんすいません、店長にあのマイクちょっと口元にこうやって当てていただいてもよろしいですか、じゃあ行きますよ、はい、お願いします、いちごパフェ、うわーすごい、いく、あーいく、あーうわー垂れた、あーいやー、あそんなレベルなんやこれ、そうですね、これ舐めたらえらいことされますよ、今走っていったのがこうてん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 、結婚が、うん、結婚が残ってる、ダイイングメッセージがパパパンパーパーンサスペンス劇場になってるね、はい、いやー台についたって言いますけど大丈夫ですかね、大丈夫です、いやー恐ろしいですけどね、きったねーってね言われてますけどね、くっさいわこれは、リアルなやつやすごいですから、ね、カサスやひどいってね言われてますけどね完全にカサスでしたね、カサスですね、はい、血のりがね点々と残ってましたけどね、はい、はい、ということで、じゃあ本日は一応こんな感じでよろしいですかね、はい、見事ね帰ってこれなくなってしまったんで ね、はい、もうあれですか、たこ焼き店長はいいですか、一応勝ったんで、ええまだやりたい残ってると思います、いやまあ僕も明日仕事あるんで僕らもありますよみんなありますけどね、はい、僕今もうあっもうえってだからもうだってもう僕食べへんで、ぶっ何いや口に残ってたんですよ、なんかああちょっといややってんの、えいやこれすごい腕まくりしてるじゃないですかやる気満々じゃないですか、本当にこれすごいですか、あのね胃には入れないでくださいね、ああはい、はい、でもこれ多分下から口内炎できてて、口内炎は辛いよこれ、
これめっちゃやばいですよ。たこ焼きさんまた体調崩しそうってね心配していただいてますけど、ね、ずっと悪いんですけどね。あれ、はい、足した方がいいんちゃう。足さんでええわ2人もう2人食べたしね。鬼がこれ今、まあ、えこれ6月の6月の15 15日もう今厳密に言うと日付が変わって16日です。もうちょっとしたらこのね放送も人数が増えたりとかして放送もね、はいはいはい、増えて、はいはい、もうちょっと楽しい罰ゲームができるかなって。あそうですね、うん、何の話してるんですか。さすがカッケース欲しがりって、ね、言われてますけど。いただきます。いや、はい、少ないですね。こう書き込まないと。いや、な、僕な、あのいい声出しそうだなって言われますね。いただきます。お願いします。お全然飲み込んがあかんのか。飲み込んだダメ、飲み込んだダメ。いやまだいけるでしょ。あっ頭から頭からいやほんまにやばいですねあれ。うわうわって言ってますけどね。ちょっとマジ発揮してんじゃない、ね、マジ発揮してんじゃない。いちごのとこがいちごのとこがいちごのとこがあって。じゃあこれ最後ね松浦さんね、いちごの中にですが、なんか言ってますよ。なんか必死にアピールしてるけど聞いてあげて。いやいいですいいです。いちごはね、なんか喋ってる。いちごが多かったから、はい、いける思ったら、はい、いちごの中にですがおった。なんか言ってますけどね。後から来ますからね。よくわかんないことが来ます。よくわかんないことなんか言ってますけどね。本当にね、はい、タイムラグってね、おっさんの朝やって言われてますけど。じゃあ最後松浦さんに、ね、イチゴのとこがあーって言われてますけど、ね、はい、ちょっと一回締めましょう。じゃあ一回一 回,、ね、回締めて、はい、わかりました。はい、一、はい、回締めさせていただいて、6月17日お願いします。はい、6月ね17日、はい、朝10時寝台入れ替えと、はい、市場の当ててね寝台入れ替えとなってますんで、お願いします。ぜひ遊びに来ていただければというふうに思いますのでね、はい、よろしくお願いします。はい、で野崎店は明日、16日、はい、寝台入れ替えという形になってますんでね、想定の件、はい、はい、などカミングスーン、はい、いろいろね、入ってますんで、はい、ぜひ遊びに来ていただければというふうにね、どちらの両店舗、16、17と、ぜひね、ぜひ遊びに来ていただければという形になってますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあそんな感じで告知はよろしいですかね。ちょっとね今日ね、はい、本当にアマデジでクイーンズブレードと一騎当選ね、はい、タコを2騎手打たせていただいて、まあ展開としてはねちょっと若干微妙というか、まあある意味ね面白い感じになったんですけどもね、ぜひそちらの方もね、明日以降また今日映像を見ていただいて、あ面白そうだなって思った方はぜひ、高尾2機種遊びに来ていただければなというふうに思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということでキコナチャンネル日曜野崎&塩縄田店、野崎&縄田のライトでこう U パス対決、今週はこんな感じでお送りさせていただきました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。さよなら。寝れない。羊が一匹、羊が二匹、羊が三匹。でかっ。はよねーや。喋るんだ。夢か。聞こうな。
デスソースです。はい、ということでね、なんでデスソースがアップになってるのかね、よくわかんないですけどね、はい、松浦やれっていうね、ですよね、声が多いんで、このデスソースが映ってるってことは松浦さんが、はい、やらないと、意味がわかんない、てか俺別に今日何もしくじってないんで、やる理由が、やるのはいいんですよ、なんか理由があればね、全然やるんですけど、はい、別に今日、理由ありますよ、なんぼでも、なんですか、そんな意気投戦のね、出ませんね、だなんだって言うて言ってないよ、言ってないっていうか、出ないっていうか、当ててない人が一番の先輩でしょ、まあ、僕、あのワールドカップの最初の出身、西村さん、はい、的なジャッジですると、はい、あなたたち連携、連帯責任ですよっていうことで、はい、松浦さんも食べてくださ い, っていうそうです、ね、意味が分かんないなん意味が分かんない今日なんか来た時から思ったんですけどなんか酒パワーの T シャツ着てないひどい関係ないじゃんそんなことで罰ゲームしないといけないなイギリスの、ね、イギリスの貴族がこう日曜日ちょっとやる気ないんかなっていうひどいお休み感覚なんかなっていうところワンちゃん連れて狩猟行くような格好でひどい、ねね、T シャツ着てないとかいう理由仕事モードじゃないんかなっていうひどい話だわ、はい、あえてそのだから酒パワーの T シャツがやっぱ清掃やからはい、はい、そうですねだから今日はめちゃくちゃ罰ゲームしたろうみたいな感じあなるほど意味が分かんないもうアイス全部もうドロドロになってもいいとそう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 そのためにあの呼ばれてもいいやつねそう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 、はい、っていう意気込みやったんかなって僕はちょっと思ってたんですけどこれかぶるんちゃいますじゃあこれかぶらないよあのかぶらないよこう入れてマーライオン並みにバーってこうバーってもうちょっとこれ全体的にオレンジ色になっちゃってるじゃないですかこれもういやでももう辛いとこだいぶ僕ら食べましたんでいやストロベリーシェイクになってますよこれ本当にもうガスガスっと言ってもらってバカじゃないの本当にそうですねだあの今コメントで酒パワー T シャツ着てないのはまずいわってまずくないよまずいよそんなの本当にでちなみにミキティもなってなってますわえあのミキティももう一度食えっていうこといやもう勘弁してくださいよもうずっとここヒリヒリしてる追加しようってあのですがねやっぱあのです皆さんですの色分かんないですもんね、はい、ねえもういいよほら美味しそうってなってます今その状態今の状態が美味しそう美味しそうじゃあお前食えよ本当にコメント入れてるやつを本当にです追加やだよミキティはデス直ってなってああミキティはあれやわデス直おかわりコメントめっちゃ来てるわもうねこれねデスって書いてるじゃないですか直接で後ろ見たらあ見えるかな見えへんかまあ原産国名コスタリカってなってるからねあコスタリカなんだお南米じゃないですか南米っすよねえいらないですか松浦さんえいらないですよいらないですかいるわけがないニックネームマイマイってなってんのマイマイさんですかあですかねマイマイさんなんて、はい、こんばんは2人でねって来てますよああ松浦さん とミキディミキディとミキディさん2人で行きましょうこれコップコラボコップありますコップスクープスクープとかコップあいやもうそれは松浦さんが言ってもらったらどうですか松浦さんが口に入れたやつをミキディが口に入れてもらったあそうですね絶対やだよそんなのっていう罰ゲームすぎるだろそんなの嫌ですよちょっと気合いを入れないとえいいですかじゃあはいお願いします本当に今日は本当に俺がやる理由がマジで分かんないですけどじゃあ行かせていただきます悔しいけどねやればいいんでしょう本当にね行きますよじゃあ行きます口移しでって言ってましたねごめんごめんそれは無理それは無理それは無理そデスソースとかいう以前の問題ですからねそうそうそういろいろ無理それはマイマイさんこんばんはじゃあ渡せばいいんですかミキティさんに飲ん俺が口 で, そうです、ね、口でね行った後ね口で口では無理だと無理だってそれはホモウラさんならできるでしょってくっさいなこれこれすごいな、うん、ちょっと今日最初に入れた量が多かったなこれそうでしょほんとそうですよあれ僕が言うたのにこれ厳しいまあ、あれですよ長谷への茶漬けは思ったら結構いけると思いますよいやこれ厳しいなだってこの直の匂い嗅いでみるいやきついこれうすっごいですねこれやばいっすねこれだから僕一回
サイコ店長寝てる時にこれやりたいもん、こうやってやらなくていいです。起きる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 起きますよ、ほんまに。粘膜に入れると本当に危ないやつだからね。じゃあ行きます、すいません、いただきます。よし、あー行っちゃうか。ミキティさんにすぐ渡すからね。はいはい、行きます。はい、うん、ファック、いった、結構いった、お結構いった、いけるって思いきや、なんか出た、なんか出た、市場ナイのマーライオンです。なんか出た、なんか出ましたよ。でもあのああなる気持ちは僕わかるもん、さっきなったもん、なったなった、あ大丈夫って思って、その気の緩み、あなんていうの、あ大丈夫やん、騙しといての、そうそう、ちゃんとミキティも口にいっぱい含んで、はい、もう限界までちゃんとカメラの前をってな、舌を動かした感じな、うん、口含んでしばらくこの状態 でちょっとペロンってこうプッってやったらおーファックみたいな感じになるから、いく、いきます。じゃあちょっと全部、もうちょっと近づいて、結構入れてや、うん、結構入れて、結構入れて、口の中にな、とりあえず口の中入れて、うん、全部完食しようってきてるから頼むで。食べ物は大事にしな、どんだけ量ある思ってるんですかこれ。いきます。そう、でそこで舌をマーライオン、松浦って来てます、ね、マーライオン、はい、シンガポールにしかないと思ったけど、僕市場なんてにもあったやん、ありましたね、あったわ、伝説のマーライオンが。うわちょっと雑音がすごいけど、ね、で多分そろそろコメントでサエコ行こうかって、たこ焼き、たこ焼き、サエコ行こうか言うて、たこ焼きって来てますね、はい、もう一回やったからたこ焼き店長、はい、来ました、わし仕事あるんで。いやみんな仕事ですから。でも明らか休んでるのはあなたの方が休んでますからね。いや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 、そんなことないですよ。サエコ行こうかってなって、松浦さん、いやなってない、なってない、ほんまサエコっていうコメントやめて。もうほら、もう、まあ、2時半回ったとこです。かっこいいですね、これ。かっこよくない？日本代表、ね、ちょっと今日ちょっと残念なのでしたけど。ああ、きつい。あなんか言ったやつ。はあ。松浦さん、もう一回いけます？いけるわけないじゃん。もういいよ、やったから終わろうよ、もうエンドレスだこれ、ね、もう終了終了、これなんかこうなっちゃった、あー何やってるんですか本当に、もう、何ですかこれ、なんか変なのした、ってみたら、はい、大体もうダメです、もう終了終了、はいはい、あー行って、口で、なんか喋らへんの、せっかく一人でカメラ撮ってね。あ、こっちですか、うん、いやもうこのサエコっていうコメントが恐ろしくてもう何も言えない。だから飲めよってことめちゃくちゃもう食べろ食べろって、そう、そのために僕は視聴者さんと一緒になるから。でもそれやったら当たり前ですけど、はい、最後来ますよたこ焼き店長、じゃあやめましょうか、そらね、そら 100% 来ますよ、はい、もうやめましょうか、そういい時間ですし、ね、どっちなんですよ本当に、でももうないでしょ、なくなったでしょ全部、さっき食べたからね、うん、いやー厳しい、怖いな、もうサイココール起きまくってるじゃないですか、ね、本当にサイコサイコ、勘弁してもらえませんか、仲いいですよね、こうやって2人で罰ゲームの共に戦ったね、今日の日本戦みたいなメンバーのみたいな顔してるけど、こうやって、はい、いやー口痛い、この男がやっぱ最後桃子、桃子は関係ないや、桃子って誰ですか。天野くん、天野くんちょっと今いてないんですよ、天野くんのやっぱ、はい、上司は誰なのってなった時に、リエコ誰、リエコって誰ですか、マジヤさんは、マジヤさんも帰っちゃった、マジヤさんも帰りました、ね、あそうですか、ヒロコ、名前当て大会になってるんですか、サザエ彼女の名前当て大会になってるんですか、トミー、ミキティさん大丈夫、ミキティはこっちにいますね、
大丈夫、ここ痛いです、ここ痛い、口痛いよね、そりゃそうだよね。あれでも来るんですよね、あの口に含んでたらこの、ああ来るっていうのが、だからみんな回らないよ、漏れるやろ、あそうなんですよ、漏れちゃうのよあれ、我慢できないんですよ、うん、マーライオンもう一回やってちょっと我慢できないじゃ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 もう一回さっきのさっきのあれもあれもいやもうもういいさ多分マーライオンマーライオンもう一回最後に見たいと思う、寝る前に最後ね寝る前に見たいですね、だって最後やらないなんかもう終わらない終わらへんからとりあえずさっきのそのかわいそうそこの台の上に置いてあるあのあれ持っておいてかわいそうであの今日一の今日最後の市場なんてのマーライオン見て終わりましょう。マジで3回もやんの。かわいそう。これマジエグいっすよな。怖いなーって言われますけど。ねえ。ねえ。たこ焼き店長一番怖いですよ。ねえたこ焼き店長。大丈夫。マジパないですよ。今行く？ダブル店長のマーライオンお願いしますって。お、ダブル店長のマーライオンお願いします。じゃあまあやりますけど。やるんですか？ねえ。いやいや、うんな僕やりますよ。お。やりますけど。お。やる。最後店長がやる。はい。いやいやそれはあと渡しますよ、言ってくださいよ、パナーイ、はあ、入れましたこれ、入れてん、入れてん、絶対入れてん、めっちゃ混ぜました、タピオカみたいになったもんね、なんかちょっとなんかさっきより入れそうそうそう、あのちょっと僕見てびっくりしたけど粒入ってるやろこれ、これイチゴの粒、イチゴの、いやー分かんないです、もう本当にね、いちごなのかデスソースなのか分かんないですもん、分かんないですよこれ、うん、でもう行きますね、じゃあ時間もあれなんで、はい、そうそうそう、ちょっとたこ焼き店長すいません、マイクを口に当ててはい、いただいて、やばじゃあマーライオン、はい、いきます、しばらくは大丈夫なんですよね、そう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 、はい、不思議なことにね、うん、で4、5秒ぐらいあったそう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 ってなるんですよね、なんでなんやろな、これ甘いのが入ってるとバカなってるんやろな、口が、ああなるほど、さあじゃあラストたこ焼き店長本日の締めということで、はい、そうですね、はい、お願いします、お願いします、明日に乾杯何それ名言、いやーいった、結構いった、うんうんうん、あれ美味しい、ちょっと美味しいんじゃねこれ、うん、うわあ、なんだ、うわあ、おが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 、カーペって言ってるけど、おやなんかさよかった、いやなかったよかった、笑いも止めて、いやそうなりますよそら、はい、ぶわ。はい、ということでね、結局誰も生き残った者はいなかったというね感じになりますんでね、じゃあもう締めますよ本当に、はいはい、ということで気候のチャンネルね、ぜひね今日このね、罰ゲームの映像を見て面白いと思った方は全員、強制的に、キコナ、野崎店、キコナ市場のあて店、来るように、これもう命令ですんでね、そうですね、はい、お願いしますんでね、はい、必ず来るようにということで、強制になってますんでね、クスッとでも笑った人は全員強制で、お店に来るようにというシステムになってますんで、よろしくお願いいたします、はい、ということで、じゃあこんな感じでちょっとね第2分店長うろうろしすぎだから店長やらんかったよかったって後悔したやろ、痛い、痛いよ口の中、しびるが痛くてやばいっすでしょ、はい、ほんまに口内炎とか本当にやばいんじゃないですか、大丈夫、穴が広がってるかもしれないですね、ねえ本当に粘膜系本当危ないんでね、危ないですね、気をつけてくださいね、はい、ということでね、ちょっと良い子はね真似しないようにということで、ね、はい、なってますんでね、はい、という形でぜひね、あのキコナ野崎店、市場の後店、はい、ぜひ遊びに来ていただければというふうに思いますね、こういうね面白いスタッフが実際にお店いますんで、ぜひ会いに来ていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします、お願いします、はい、それでは、また来週お会いしましょう、来週はキコナ野崎店の方からお送りしますんでね、はい、ぜひまた日曜日の深夜24時になりましたら遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします、はい、はい、それではまた来週お会いしましょう、ありがとうございました、さよなら、さよなら、また来週、おやすみなさい、さよなら、また来週、我に従え我に従え言わないんだ、言わないんだ、我に従え、そう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 、微妙に、そう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 、あれ